こんばんは。ギリギリ30。よかったよかった。いやね、なんで、俺、いつも思うのよ。やっぱね、俺の放送はね、30歳超えないとわからないよね。20代でいいですよ。精神年齢。やっぱね、キッズのノリってあんま好きじゃないんだよね。俺は。やっぱ大人と会話してるのがすごい好きだから。はい、サクったらいらっしゃい。子供と話してても建設的な意見って何も出てこないし、面白くないんだよね、単純に。キッズはいらない。長く放送やってる答えですね、本当に。大人の会話枠来たーっつって アンチっていうよりも多分冷やかしなんだよ。小バカにしてるっていうか、俺らにもそういう時期あったじゃん。女の子は分かんないんだけど、俺やっぱり初めて2チャンネルに触ったのが中学1年生だったの。やっぱもう、うんことかハゲとか書いてたからね、初めて触った時。で、そのリアクションが面白いっていうか。そうそうそう、精神年齢30だね。そう。はい、こんばんは。そういう感覚だね、俺的には。なんか若い子のノリとかギャルのノリとかあんまり。あ、女性が多いだろうね。そう思うよ。盛り上げると冷やかしは全く違うからね。全然違うよ。冷やかしって自分だけ楽しければ良いっていう文化だから。でしょ？盛り上げるっていうのは全体の空気をこう楽しもうっていう意味合いが強いよね。キッズはいくつぐらいなんだろうね。精神年齢の意味合いが強いと思うよ。いつまでたっても子供みたいな人はいるじゃん。だから中学生とかなんじゃないのかな。わかんないけど。本当はね、早くやりたかったんだけどね。キッズ多いね、夏はね、本当にめんどくさいよね。
い、こんばんは。暑いね。DM は読んでないですね。僕は自動返信しかしてないんですよ。 LINE しかやってないです、僕は。あ、はい、了解です。しげるさんは配信者の方ですかね。配信者の方ですね。登録しておきます。荒野から伝授？何が？そうだね、もう夏も終わるね。しげるさんね、了解です。荒野から伝授ってなんだろうね。はい、お疲れ様。ゆっこりん、お疲れ様です。まあまあ夏が終わればね、キッズはいなくなるよね。あれ？
アンケート機能が入った。アンケート機能が実施されたんだけど。アンケート機能出た。ああ、出るんだ。アンケート機能がついたね、ついに、ふわっちに。はい、いってらっしゃい、風船ありがとう。まるさん、バーガー5個ありがとう。配信頻度減ってるかもね。時間は減ってますね、今。やっぱり稼げないと、ね、難しい部分があるから。もしよかったらアンケート参加してみてください。今アンケート機能を使ってるんで、どういうふうに表示されてるのかちょっとわかんないけど。はい、こんばんは、赤か。いらっしゃい。出るんだアンケートって。ちょっと見づらいね。アンケート締め切りってどうやってやるんだ。終了するかな。終了する。みんな YouTube 登録してないの？登録してよ。全然登録してないじゃん。登録して、 YouTube。全然登録してくれてないんだ。びっくりするわ。一人よがりのギターって何？全然一人よがりじゃないでしょ。何一人よがりなんて。言い方何？バーガーありがとう。何一人よがりって。
ギターはまあ始めてよかったなと思ってるかな。ギターすごい楽しいね。なんか歌が上手くなっても損ないもんね、一つもね。花火大会もう何年行ってないだろう。小学生か中学生ぐらいから行ってないかな。なんか江戸川花火大会だか隅田川花火大会ってめちゃめちゃでかいやつあったじゃん。日本三大花火大会みたいな。子供の時見た時感動したけどね。すごいよね。はい、ワード2。あ、感動したね、やっぱり。すごいなと思ったよ。でっかい花火がね、無料で見れるんだもんね。いいよね。なんかお金予算がすごいかかるからもうなくなっちゃってるんだよね、どん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 。東京ででっかい花火大会ってあんのかな。ディズニーランドも花火ね、毎日あげてたのにあげなくなっちゃったよね。やっぱコスパが悪いのかな。花火ってあれ日本だけの文化なのかな。世界にも花火ってあるのかな。球場？おお。あ、スイスでもあったんだ。へえ。あのスイスからの配信いいよね。夜中に昼間なんだよね。スイスいいよね。まだやってるところある？いや、のんちゃんがさ、その、出不精っていうか、家から出るの極端に嫌いな人だから、基本的に俺のベッドの上に寝てんのが一番幸せみたいだったよ。ははは、ありがとう。歌ずっと聴いてられます。ありがとう。ありがとうね。そうなんだよ。外に出るのが嫌いなんだよ。いやー、何それって。本当に俺の引きこもりなんだよ。本当に10年ぐらい家に引きこもって、友達も一人もいないんだよ、のんちゃん。本当にもう絵に描いたようなさ、引きこもりなんだよね。漫画みたいだよ、のんちゃんは。アンケート終わったね。うん、いらっしゃい。全然登録してる人少なかったね。ギター枠は和みながら笑いながら楽しみにしてます。一人もいないね、俺が知る限り。こんばんは。俺ギターそんなに下手かな？ギターっていうか歌そんなに下手かな？なんであんなに言われるんだろう。ギターで歌弾くとめちゃめちゃ笑われるんだよね。歌下手？俺。あ、今日なんか実装されたみたいだね、アンケート機能。ああ、皆さんのおかげで、ふわっちからフェイスタオルいただけることになりました。ありがとうございます。本当に。ステッカーとフェイスタオル郵送されるみたいです。リスナーさんは一人、僕に一番金魚くれた人が、ステッカーが家に届くらしいので、早めに運営さんにメール返しておいてくださいね。8月末までに、メールを返さないと、ステッカー届かないらしいので、タオルありがとうございます。飾るからね、部屋に。うん。いや、超嬉しいよ。初のグッズだからね、ふわっちの。下手？
歌。そっか、どうやったら歌って上手くなるんだろう。下手か。ねえ、タオル嬉しいよね。ニコ生を今日から延長代無料。競争激しくなってきた。いやー、でも殿様商売だと思うよ。未だにさ、無料になるなんて当たり前じゃん。他のサイトが当たり前にやってることを今更さ言われても。だってプレミアムアカウント500円はかかるんでしょ。俺からしたらだったら変わらないよ。まあ少しマシになったぐらいだよね。歌はうまいがキー合わすときに若干笑える。そうなんだよ、俺音が取れないっていうのが昔からあって、でフォークギターあれローコードって言ってさ、キーが2個3個って曲によってずれるの。あ、頭がずれちゃうんだよね。500円高いよね。だったらさ、見るのも500円かかるんだったら、だったら花火じゃなくてね、アイテム上げて収入の手助けになりたいなと思うのがリスナーさんの普通の考えだよね。カラオケ全然、カラオケ配信何回もやってるよ。昔芸人さんが東大挑戦してたけど、和道さん頭いいから早稲田大学受験配信したら1年フルでやんないと無理だろうね。で東大行けないだろうね。結論としては東大に行くやつって本当に頭がいいやつなんだよ。俺はね、頭がいいわけじゃないの、むしろ欠陥が多いのね。障害持ってるから、言語性 IQ っていうのが異常に高いから、あの喋るのは普通なんだけど聞き取りとかがすごい苦手なんだよ。ビブラート良かった。ゆうたさんありがとう。ふわっちの無料になれたらアホらしくなるわな。そりゃでもまあその分俺らはアイテムいただけて飯食えてるから嬉しいけどね。ニコ生投げ銭にならないんじゃないかな。俺はならないと思ってるね、ニコ生投げ銭は。投げ銭やる投げ銭やるって言って何回も裏切られてきたから、もうあんまり期待してないよね。チャンネル限定機能とかになるんじゃないかな。ニコ生は本当に何だろう、改良されてからやってみようかなと思ってるぐらいで、なんか期待はしてないかな。ふわっちで全然いいかなって。ニコ生面白い配信者いないでしょ今。いや、ならないと思うよ。ギター難しいんだよな。コードの種類がいっぱいあるんだよ。なんか覚えたら簡単らしいんだけど全然覚えらんない。相変わらずっていうか、まあその運営さんにつながってる人に聞いたけど、前回のニコキャスはあれはもともとリリースする予定じゃなかったんだって。ああいうネタらしいよ。夏野のネタなんだってあれは。笑えねえよ、全然面白くないし。だからそういうキャンペーンを張って普通のニコ生に戻すっていう、あれはギャグなんだって。やる気ないっていうアピール、自虐ネタっていうか運営。いやいやいや、だってそう言われてたもん。聞いたんだ、運営さんにつながってる人から。本格的にギターやってみた。え、本格的にっつうかギター全然普通に練習してるじゃんいつも。エイリアンズっていう曲覚えたいんだけどね、なかなか難しいんだよね。頑張るよタカさん、ありがとう。誰でも無料延長になったらレベル高い大手したら立つせないわな。いやいや、そういうのはないよ。無料延長全然ありがたいよ。その古いんだって、大手に何かやるっていう。みんな平等にやるべきなんだよ。今の時代それが普通なんだよ。
投げ銭はやった方が運営が得すると思ってる、俺は。ふわっち見てたらわかるな。実はね、半分運営に入らないからっていう考え方がダメなんだよ。もっとマーケットをでかくして、全員が活性を作んないといけない、経営者は。だからふわっちの経営者は本当に頭いいと思うよ。長い目で見て、先のことを考え、やっぱりね、ユーザーはね、面白いところに集まるからね。エイリアンズはいい曲だよね。難しいんだよ、エイリアンズは。あの歌はもう最高だと思う。なんか世界観がすごいいいよね。歌い出しもかっこいいしね。遥か空にボーイング。音もなく、ああ、高段の屋根の上、どこへ行く。泣かないでくれ、ダーリンっていいよね。俺は服いつも一緒だよ。こだわりです。アンケートに答えられなかったから、こっちで答えるわ。YouTube 登録してるよ。ああ、ありがとね。ジョーカーありがとう。キーがやたら高いんだけどね。秦基博さんが歌ってるエイリアンズがすごい好きだね。いや、もともとずっと言ってたの、謎の X さん。R30 だよって。だから YouTube にも動画で最初に R30 って流れるはずだし、ツイキャスの頃から言ってるよ。俺の放送は精神年齢30歳以上じゃないと楽しめないよって。あの歌は一説によるとゲイの歌。ああ、でもさ、なんかゲイの歌って結構あるじゃん。おい、辰彦いらっしゃい。なんかゲイの人の方が感性が鋭かったりするから、俺は結構ありだと思うんだよね。そういうアーティストとか、ゲイとか、何かしらその人と違う視点を持ってる人っていうのは結構ありだと思ってる。まるで僕らはエイリアンズ、禁断の実頬張っては。お前ブロック入れるから気をつけろよ、次。また来てね、ヤナラッキー。運営に一部投げ銭は運営としてメリットしかないと思う。でも誰でも放送6時間できて、何に投げ銭してくれるのかな、リスナー目線として。何て言えばいいのかな、もともと無料っていうか、もともと有料でやってたところは投げ銭を渋る理由って経営者だったら分かるんですよ。例えばツイキャスがなんで投げ銭を後から導入できないのかっていうのをちょっと考えてもらいたいのね。で、ツイキャスっていうのは広告料とかアイテムの売り上げで成り立ってるんですよ。で、例えばそれが1億円だとしよう。例えばだよ、もっとあると思うけど、1億円でやってます。で、その1億円を原資として従業員にお金払ったり、サーバーとか電気料とかを払うんですよ。で、残ったお金を株主に渡すんですよ。で、株主っていうのが、その社長を決める権限を持ってる。ここまで OK だよね、普通の会社。で、こういう大掛かりなもの、例えば売上を半分にしますと。利益を半分にする行為の、投げ銭を導入するってそういう行為なのね。そしたら、みんなが株主だったら、納得いくかって話の。いかないでしょ。リスク取らないで、今のままぬるいままやろうよってなるのよ。俺はこのサービスに投資してるわけだから、今の売り上げのままでいいよって言われちゃうの。だから、後発、要は最初から、うちは投げ銭やってますよ。利益は半分しかありませんよ。この中でやりくりするけど、他に勝てますよっていうのに、投資した人とは違う客層なの。だから決済が降りづらいっていうこと。ニコ生とかキャスとか。音と映像ずれてますか？どうでしょう？キャスの会社上場してんのかな？どうなんだろうね。上場してなくても株主はいるからね。音と映像ずれてますか？音と映像ずれてますか？ずれてない人はずれてないって書いてください。ずれてる人はずれてるって書いてください。
そうそうそう、成熟しすぎたし、もう運営が角川だから。はい、ワトツ、ずれてない、ありがとう。ずれてない、ありがとうございます。そう。だから売り上げを半分にして、要は倍の売り上げがないと、投げ銭を導入して売り上げが倍になりましたで、やっとプラマイゼロなんだよ。だからね、なかなか難しいと思うよ。その経営的に考えたら。ずれてない、ありがとう。ずれてない、ありがとうね。そうそうそう、広く浅くか濃く浅くか。だけど俺はふわっちはだから勇気のある選択をして、ベンチャーだからできたんだよね。後発組だからできたっていう隙間を縫っていったんだよ。だから俺キャス超えると思うよ、ふわっちは。はいはい、オッケーオッケー。そう、そのユーザー経営者ってすごい難しいのが、従業員、ユーザー、パートナー、株主、いろんな人が納得するように動かないといけないから、だから最初の初期設定がすごい大事なんだよね。こういうサイトの方針でやっていくっていう舵取りをね、やっぱ取り直すって勇気がいるんだよね。それでね、サイトがダメになったら責任取れないし、クビになっちゃうからね、経営陣は。だからニコ生はもうその終わったコンテンツだから。で、角川のさ、おじいちゃんおばあちゃんが働いてるさ、企業でさ、新しいことができると思えないもんね。あれは当時のドワンゴだからできたんだよね。その売り上げが全然上がってなかった、バリバリのベンチャースピリット持ってたさ。だってドワンゴってさ、なんだ、着メロぐらいしか当たってなかった。当たったっつうか、食えてたのが着メロぐらいだもんね。ニコ生で一気に来た会社だから。大体ね、川上さんももう会社辞めちゃってるし、キャスは稼げないのにどうしてみんな配信するの？いい答えだね。それは多分配信者しか答えられないから、俺が代わりに答えるよ。いい質問だよ、カズ。その質問はすごい正しくて、例えば、俺は今200人ぐらいが平均なんですよ、見てる人で。多分なんだけど、ツイキャスがおすすめ規制にならなかったら1000人ぐらいのアクティブは取れると思う、俺の実力からすると。それは間違いなく1000人、1500人は行くんだよ。やること変わらなくても。それはもうみんなが証明してるでしょ。そのキャストをフワッチを掛け持ってる人だったら、それくらいの数字の差があるの分かるでしょ。抱えてるリスナーの数が違う。で、そう考えた時に、ステッカーの販売であったりとか、個人振り込みであったりとかの数っていうのがめちゃめちゃ多いんですよ。5倍、10倍になるの。だから、ヒカル君の家に泊まったことあるでしょ？ヒカル君の家って、毎日段ボールが届くの。実家っていうか住んでるところに。で、食料がどんどん送られてくるの。そういう生活。なんか極端な話を言うと、アイテムの収入に頼らなくても食っていけちゃうの。キャスで有名になれば。だから極端な話、フワッチで10万、20万稼ぐっていうのを小銭なんだよね、彼らからすると。石川紀之さんとかね、段ボールとかバーって家に届いてるツイッターとか写真にあげてるじゃん。ああいうこと。だから人数が増えると、食えていっちゃうっていうか。もうふわっちの運営すごい賢いと思ってるね。でもだんだんふわっちの方がいいんじゃねえかっていう空気になってきてるけどね。キャスの人でも、え、ワド本当にこんなに稼げてんの？って言われるもん、やっぱり。直接の支援がある程度あるって感じだね。でも最近は、よく言われるのが、ワド本当にあんなに稼げてんの？って。いや、稼げてるよって。あれ、運営とかの水増しじゃないの？違うよって。で、通帳とか見せてあげると、うわ、本当だわっつって、俺もこっち行こうかなって、っていうのはよく聞く、そのキャスの大手さん。ただ、金じゃなくてやってる人とかもいるから、本当に、まあ食えてるけど、別に金が欲しくてやってんじゃないんだよっていう人もいっぱいいるよ。
俺は金のためにやってるけどね。ふわっちがね、配信者はお金稼げるんだっていう空気を作ったじゃん。これはすごいでかいよね、カズさんね。配信者も別に稼いで仕事にして何が悪いのっていう空気ができたっていう。で、ある程度実力ある人だったらみんな食えてるじゃん、ふわっちで。で、本当に実力なかった人っていうかさ、人気のない人は食えなくなっちゃってるんだよね。だから結構実力社会になってきたなっていうふうに思ってます。はい、ふわっちフォローありがとう。ありがとうございます。ありがたいですよ、本当に。本当にありがたいと思ってる。食えるか食えないかって全然違うからね。本当に違うよ、配信者は。めちゃめちゃ大変だもん。はい、バーガーありがとう。ノッチさん、バーガーありがとう。こんばんは。本当に大変なのよ。働いてる人だ、働いてるでしょ、みんな。働いてる後に4時間放送するって言われたらさ、ずっと喋ってくださいって言われたらきつくない？ただで。4時間6時間働いてる合間を縫ってやってください。毎日4時間6時間って倒れるよ多分。それくらい大変。やりたくないでしょ。見てる方はさ、そのながら作業とかさ、そのテレビみたいな感覚でリラックスしたのが見れるけど、演者の方は大変だよ。特に常に200人と会話してるような感覚だから。ああそうだね、趣味でやる時代終わったって思う。俺も本当にそれすごいいいセリフだと思うね。配信を趣味でやるっていう時代は終わったんだよ。本当にすごくいい発言だと思うよ。まさに帝王らしい言葉だよね。仕事でやるんだよこれからは。ついに来たんだよ。で、そんな身に乗っかれたっていうのは本当ありがたいし、支えてくれてるファンの人には本当感謝してますよ。バカありがとう、カズ。バカありがとう。だってさ、みんなさ、その花火一発じゃなくてすごいんだって。例えばこの200人がさ、俺に10円、1時間に1回10円投げてくれる。20円か、みんなからすると20円のアイテム投げるだけで俺2000円もらえるんだよ。で、8時間やったら8000円になるんだよ。20円投げてくれっつってんの俺に。そうで、できれば余裕のある人は花火投げてくれっていう。1時間見るのに20円払うのなんか全然余裕じゃん。それがお願いだね、理想系っていうか。頼むよ。俺もやっぱり食っていけないとさ、心に余裕がないしさ、やっぱり楽しくないじゃん。稼げれば稼げるほど楽しいのが普通だと思うんだ。稼いでいきたい。はい、麦さん、風船10個ありがとう。舞ちゃんもありがとう、風船10個。こんばんは。まあ、投げるタイミングはみんなに任せるけどね。アイテムタイムでもいいし。舞ちゃん、バカ10個ありがとう。いつもありがとうね、舞ちゃん。そう。やっぱりね、お金払った方が楽しく見れると思うよ。お金を払った方が楽しく見れる。それはね、なんでかっていうとね、金払ってないとね、要はね、意味ないんだよね。お金を払うって、普通なことっていうか、正当なことだと俺は思ってるから。やっぱり、その、お金をかけないでさ、何かを言うっていうのは失礼だよね。そう、アマチュアでやってる人に対してだったらいいかもしれないけど。あ、そうそう、 YouTube の動画ね、チャンネル登録者の人に公開していこうと思ってるんで、もしよかったら YouTube もチャンネル登録お願いします。今動画の撮影が終わりました。まだね、編集作業が残ってるんだけど、結構和道のファンは楽しめる動画になってると思うんで、映画作る映画作るって言ってたけど、映画っていう形ではなくて、ちょっとだけ見せようかな。はい、ロビさん、こんばんは。ハートありがとう。ちょっとだけ見たい。
初公開しようかな。ちょっと待って、ちょっと待ってね。映像を撮ったんで、ちょっとだけまだノーカット版編集シーンを見せようか。じゃあみんなに、まだ編集してないから YouTube 登録しといて、 YouTube にアップロードしますんで。こんばんは。こっからですね。第一線でその活躍している、まあ、僕を含めて、まあ、プロの方は100名ほどいるというふうに言われてるんですけど、やっぱり頭角を現し始めるのが2年目3年目。やっぱりその初心ですよね。初心の頃にこの業界で俺は食っていきたいっていう、そういう強いの思いが、強い思いがある人、強い思いを持ってこう毎日この仕事に取り組んでいくっていうこと、その結果が現れ始めるのがやっぱり2年目3年目。その2年3年っていう時間をどれだけ濃密に、どれだけその濃密に、どれだけ濃密に過ごすかだと思いますね。まあどういう風にね、どういう風になるのか楽しみにしててください。はい。まあ多分ね、なんだこれっていう感じがすると思うんだけど、みんなからすると、多分ねアップだからだよ。引きで見てるからみんなはさ。普段引きの画面に慣れてる。もうおっさんだかんね。楽しみにしといてください。どういう作品ができるのか。久々に動画編集やってるんで、はい。結構面白くなると思いますよ。100均はね、1人のお客さんから1円稼ぐんだって。それが3億人買ったら1日の売れが3億円だって。なるほどなるほど。でもね、100均はもっと原価率いいよ。それはね、多分株主の目線で1円なんだよ。馬尾さんありがとう。もしよかったらね、フォローしてください。YouTube フォローしておいてくださいね。YouTube で、アップロードして。公開するんで、編集したちゃんと完成品はぜひ YouTube 登録よろしくお願いします。簡単に言うとコメディーを撮ってますね今。僕なりのコメディーを撮ってます。フォローありがとう。フォローありがとうね。僕なりのコメディー映画を撮ってます。ショートムービーっていうの5分ぐらいの動画になると思う。いや今回はテストでちょっとこれ面白いなっていうネタができて、でそれを5分ぐらいにまとめてちょっと
作るの大変っすね。5分の動画作るのにだいたい8時間ぐらいかかるかな。今回は編集作業本当にないけど、前5分の動画を YouTube アップロード毎日やってたことがあって、作業時間8時間ぐらいかかってましたね。撮影時間込みで、編集4時間、撮影4時間とか。例えばその今のテイクだけでも相当撮ってるんですよ。AV はね、話が来なくなっちゃったからまだわかんない、いつ撮るか。業者の人から連絡が来なくなったから話流れちゃったかもね、もしかしたら。まあ、それはそれでしょうがないと思ってたよ。俺はほら、仕事を受けた側だから。まあ、企画とかがまとまったら、ご連絡来るかもしれないんで、もし撮影が終わったらね、ちゃんと皆さんに報告するんで、ぜひもし、AV、発売されたら買ってください。よろしくお願いします。配信業をさ、やればやるほどリスナー増えるよね。稼ぎも増えるよね。理想かな。あ、それはね、自営業は全部そうだよ、数。配信業っていうよりも、俺はなんでその自営業を選んだかっていうと、アルバイトやってて900円とかなんだよ。高いところで900円とかな、成田だと。で、成田の平均時給って800円とかなのね。で、思ったんだけど、俺どう考えても周りのやつらより働くのうまいなと思って。で、明らかに売り上げに貢献してるけど、そうじゃないんだよ。サラリーマンとかアルバイターっていうのはさ、やられた仕事をこなせばいいわけじゃん。こんばんは、岡ちゃん。だから、やったらやった分だけ稼げる仕事がいいなと思って、そこでサボったら稼げない仕事っていうのを自分の仕事にしようと思ってて。で、特にさ、他の自営業と違う利点っていうのはさ、ほぼコストがかからない。自分が商品だから。初めて配信さっきして合計3人続ければ増えていくのかしら。ただ続ければいいってもんじゃないけど、やっぱりキャリアが一番大事っすね。続ければ続けるほど、やっぱり新しい人と出会う機会費用、オプチュニティコストって言うんだけど、機会が増える、チャンスが増えるわけじゃん。だからそのオプチュニティコスト、機会費用、上げていくっていうか、出会うチャンスを簡単に言うと広げていかないといけないと思って。で、なおかつ質を上げて、自分の放送が見やすく、喜んでもらえるような放送を心がけていくと、どんどんファンが増えていく。俺はこれは配信業はファンビジネスだと思ってるから、ジャンルとしてはファンがいればいるほど稼げるっていう、そういう考えですね。はい、いろはこさん、おかちゃん、こんばんは。だから、どうやったら面白くなるのか、差別化だよね。例えばさ、大手が飯食ってるだけで面白いんだよ、大手の人って。ファンがいっぱいいるから。全く知らない人が見たら何これって思うでしょ。そう。でも、やっぱネームバリューある人には勝てないのね。だから、その人たちがライバルなわけだから、この人たちよりも面白くするにはどうしたらいいんだろうっていうのは常に考えてたよ。無言配信でも150人コンサートに集めてるから不思議ですね。だって一心は面白いってずっと言ってたじゃん。あいつはいつか花開くってずっと言ってたじゃん。極端な話、面白いことをやるっていうよりも大事なのは面白い人間かどうかなの。みんな人間性を知りたいわけなんだよ、リスナーさんは。だから面白い人になればね、何話しても面白いんだよ。そうそう、ロハコさん、この前さ、ほら、連絡したじゃん。リスナーさんが会いたいよって言ってるって。ロハコさん連絡取れなかったけど寝てたんかな。カズさんだよ、カズさん。ロハコさんに会いたいって言ってたの。カズと飯食ってたの、俺。で、ロハコさんの家に行きたいって言ってて、それで連絡したんだ。もしよかったら連絡取り合ってよ、ロハコさん、カズと。でも旦那さんペロリンチョされちゃうかもしんないよ、カズ。旦那さんがペロリンチョされちゃうかもよ。若い男大好きだからね、ロハカさんは。まあ、だけど今はっきり言うけど、俺あんまり配信業っておすすめしないけどね。今は不利だよ。もうある程度、3年前4年前に仕掛けが終わってる人が増えてるだけだから。ね、若手はやっぱ食いづらいっていうか、3年4年5年かかると思った方がいいっすよ、配信で食っていくことを考えるんなら。
ロハコさんとかネームバリューのある人がふわっちやったら簡単に稼げるんだよ。ロハコさんだったら月10万ぐらい余裕で稼げるよね。ちゃんと毎日ふわっちだけで放送をやったら。人気があるわけだから。ロハコさんやんなくなっちゃったね、ふわっちね。もったいない、継続は力なのにね。やっぱニコ生が合ってるのかな、ロハコさんは。やっぱり自分の感覚で合ってるサイト、合ってないサイトってあるから。はい、こんばんは。楽しんでってね。いらっしゃい。じゃあ、そろそろ1時間経つんで、もしよかったらアイテムください。最近ね、売り上げが下がっててすごい困ってるんで、もしよかったら支援よろしくお願いします。それでは音楽2分間かけます。よろしくお願いします。アイテムタイム、スタートでーす。こんばんは。はい、ロハコさん、風船4個ありがとう。コピちゃん、バーガー3個ありがとね。ラムネありがとう、ニャコ。ニャコ、いつもありがとう。ノンさん、バーガープレゼントありがとう。ノンさんもいつもありがとう。カズね、いつもありがとう。バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。ノッチさん、バーガー5個たくさんありがとう。ありがとうございます。麦さん、風船50個ありがとう。マルさん、バーガープレゼントありがとう。ノッチさん、風船5個、あ、バーガー5個ありがとね。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。まずは喋りますか。なんかこう対談番組やりたいなと思うよね。もうまったりそのゲストを迎えてさ、話すっていうか、ゲストをお迎えして話していくような番組やりたいなっていうふうに思ってますね。
はい、こんばんは。アンケート機能ついたよ。風船ありがとう。アンケート機能今日から実装されたね。対談いいよね。なんかその俺結構対談番組見るんだけど面白いよね。この人とこの人だったら何を話すんだろうとか、どんな価値観と価値観のぶつかり合いじゃん。対談好きですね。相性がいいとね、お互いの良さ引き出せるからね。持ち家あっても生活保護を受けることはできるんだけど、その家の資産価値があった場合、売却を求められますよ。資産価値があるかどうか。で、生活保護ってみんな誤解してる人が多いんだけど、13万円ただもらえるわけじゃなくて、家賃がいくら、食費がいくらって分けられてるんですよ。だから極端な話、家の部分は持ち家があるんで、生活保護費、要は家賃分いりませんって言って。で、食費とかの分をもらうっていう手もある。ただ、あんまり生活保護を受けることはお勧めは僕はしてないですね。良くないですよ。精神衛生上。まあね、働けないとか、体にご病気があるとか、そういった理由があるんならわかるんだけど、良くないですね。生活保護は勧めてないです、僕は。なるべく働いた方がいいと思いますよ。やむを得ない事情が。ある限り。R30 っていうのは30歳以上にの方に見てくださいっていう。29歳から下の人は見なくて結構ですよって意味だね。企画は今のところ考えてないっす。考えてないっすね。企画の予定はないです。あ、フォロー大歓迎ですよ。ぜひぜひお願いします。フォローよろしくです。あ、髪の毛赤く染めてるんですよ。赤が好きなのね。はい、たくさんおめでとうございます。たくさんおめでとう。フォローしてないんでブロックです。はい、おめでとうございます。ブロックです。フォローしてなくて暗示コメ書く人はブロックです。嫌です、やっぱりフォローやめます。はい、さよならブロックです。はい、タンヒロさんおめでとうございます。ブロックです。はい、さようなら。
TJ のバーの一日店長決定おめでとうございます。来月は行きますね。え？何それ？俺お断りしたけど。え、ちょっと待って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 。俺、お断りしてるけど。TJ さんのお店。何？どっから流れたの？一日店長。ちょっと待って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 。お断りしてます、僕。お断りしてます。はい、おなつさんはだつ。フォローしてない人はブロック速攻入れますよ。名前を変更しました、リコサキさん。誰が言ってたんですか？一日店長。え、誰から聞いたの？え、誰から聞いたの？聞いたんですけど、じゃなくて、誰から聞いたの？誰？それ言ってたの？誰が言ってたの？俺お断りしたから。俺断ってますよ。オファー来ましたけどお断りしました。誰から聞いたんだろう。今日暑いですね。風船ありがとね。え、誰から聞いたの？何それ、なんか噂が、変な噂、誰からなんだろうね。なんかインターネットやだよな。うん、変な噂立てられて広まったら俺が悪いみたいになるもんね。俺言ってないよね、 TJ さんのところで店長やる。なんか今すぐ DM 欲しいっす、その件に関しては。僕そんなこと言ってないですよ。フォローしてください。ぜひぜひフォロー大歓迎ですよ。フォローしてなくてグダグダ言ってるやつは全員ブロック入れるんで僕は。仕事は何してはるんですか？配信家ですね、僕は。職業配信家です。こんばんは。TJ 断ったじゃなくて、俺が断ったの。TJ さんからお誘いがあったの。俺が断ったんです。ネット情報伝言ゲームみたいで変に伝わるから嫌ですね。ね。プロ配信家ですね。誰がそんな噂を流したんだろう。困るんだけど、俺話してないんだけど、誰がそんな噂を流してんだろう。クレーム入れたいんだけど、その件に関しては。俺言ってないよ、そんなこと。配信歴は5年目に入ったね。2013年の4月の11日が配信始めた日です。プロって他の配信者さんと何が違うんですか？稼げてますね、お金を。これで飯を食ってるっていうことです。ただそれだけです。どうして断ったんですか？仲悪い。いや、俺はね、最初オファー OK したんですよ。まあ、ちょっと面白いね、スケさんね。ゆうすけさんありがとう。スルーはごめんね、コメント多いから。ブレンディさんよろしくです。どうして断ったのか、仲悪いかじゃなくて、まず OK 出したんです。あ、ぜひぜひやらせてくださいってお話いただいて、すぐ OK 出しました。
ただそのやり取りをしてる中であれっていうことがあったんですよ。ごめんなさい、後から僕が言い出したんだけど、後からで申し訳ないんですけど、配信でできますよねって、もちろんできますよねっていうニュアンスで送ったら、ごめんなさい、一日店長の時は配信はできませんって言われちゃったんです。みんなからするとそれ断って正解だよって感じしない？だってさ、僕の放送で一日店長見れるんだったらさ、めちゃめちゃ面白いじゃん。どんな店長やるんだろう、どんなお客さん来るんだろうって楽しめるけど、ファンのことを考えたら、ファンが俺の放送見れないってなったら、俺は仕事お断りするしかないわけじゃん。それが理由だね。俺は本当はやりたかったの。そう、配信できないお仕事はごめんなさい、お受けしてないんですって言って、でことお断りをしました。でもし配信が可能っていう風に言われるのであれば、全然やりますよ。僕は全然お受けします。そうそうそう、いやもちろんお給料は保証されてるんだよ。給料もかなりいい状態で提示されて、 TJ さんからいくらだったかな、ちょっと内容は言えないんだけど、時給も完璧に出すって言ってるし、交通費も出すって言ってるし、まあまあ売り上げのいくらっていうかなりいい条件でお誘いは来たんだけど、金じゃなくて俺プロ配信家なわけだ、配信で飯食ってるわけだから、他の給料別にいいのよ。だから配信させてもらえない仕事っていうのはお断りをしてます、僕は。いや、こだわりがあるからプロで飯食えてるわけ。そうそう、売り上げの 40% バックって言われましたね。はい、あともしくは時給でもいいですよって。時給の方は言っていいのかどうかわかんないけど、まあ売上 40% バックだったら2万3万稼げるんで、全然バーの経験もあるんでカクテルも作れるし、面白いなと思ったんだけど、まあ配信者でね、配信できませんってなるとちょっと厳しい部分があるなと思って、もし配信 OK だったら、心よくぜひぜひやりたいと思ってるんで、そこはしょうがないですね。バーの YouTube ライブって言ってたね。 YouTube ライブでやるって言ってた。うん、バーのアカウントで YouTube ライブでやるって言ってたから、うん、でもまあそれは別に俺には関係のないことだから。セゴロ配信できてないですよ、うん、ただ配信できないけどいいっていう風に前もって言われてたから、俺はもちろん OK しました、それは。それはなんでかっていうと、キャスで、便所さんのキャスだったらさ、相性いいから、必ず見るの分かってたから、うちのリスナーさんも流れるって分かってたから。だから今回の件は別件だと思ってる。うん。いや、俺の枠がつけらんなかったら俺は行く意味ないからっていう理由ですね。別にそこにあんまり、その店のアカウントでしか放送できないっていうのにこだわりがあるのがよくわかんないから、俺はお断りしました。企画自体はすごくいい企画だし面白いなと思ったんですけど、別に食うのに困ってるわけじゃないんだよ僕は。自分のファン大事にやっていきたいんですね。俺の枠で見たいんですよ、みんな。今のところお受けする気はないですね。ファン何人ぐらいいるんですか？もう結構いますよ。ユースケブロック入れるよ、めんどくせえから。YouTube と和道さん両方はダメかね、どうなんだろうね。それはまあ店のオーナーとかね、経営者が決めることだから。
ね、お互いそのね、コラボだったら気持ちよくやりたいからさ。いや、それはだからふわこさんさ、ふわこさんの考えであって、俺は別にそのバーのね、TJ さんのところでバーやるのが夢なわけじゃないから、俺は毎日配信やって稼いでるわけだからさ、だったら行かなきゃいいだけだから。大花火ありがとう。大花火ありがとう。トバスさんありがとうね。ありがとう。そう。遊びじゃないんだわ。で、食えてない人だったらさ、時給もらえるんだったら配信で稼げてない人だったら配信つけなくていいやっていう考えもあるじゃん。たまたま俺がそうじゃなかったっていうだけだから。自分の活動は自分の放送で流したいと思って配信を始めたわけだからさ、ちょっとだから考え方が合わなかっただけだよ。たまたま別に TJ さんが嫌いとか一切ないよ。あ、そうですか。まあ僕はまあ今話した通りです。 TJ さんのお話はお断りしてます。はい、そう、俺らは俺らでね、今まで一緒にリスナーさんとタッグを組んでやってきたわけだから。でしょ？リスナーさんとタッグを組んでやってきたの。俺はそういう考えでずっとやってきたわけだから。ふわっちはね、ふわっちのアイテム以外にもありますよ。はい。ただ一番大きいのはふわっちですね。メインの収入というか。他にも7個もないか。ちょっと待って。ふわっち。4つぐらいキャッシュポイントはありますね。4つぐらいあります。お金より配信を取ってきてますよね、ずっと。おお、ナウシカ久しぶり。ワドツ元気だった？最近見なかったね。どうしてなんだろう。だからまあ考え方が違うっていうだけで、別に喧嘩とかじゃないですから、ご安心ください。はい、ワドツー、ペイいらっしゃい。そう、お金の問題じゃないんだよ。はい、にゃお、ワドツー。お金の問題じゃなくて、やっぱり配信にポリシーを持ってやってってるわけだから。旅はね、もうやめた。いや、貯金はしてないですね。余裕を自然には持たない主義なんで、稼いだ分だけガンガン使うっていうのが僕の考え方ですね。やっぱり追い込まないとね、次稼がなきゃってならないんで。守りに入るつもりはないですね。稼いだら使うと。しないとね、ぬるい配信になっちゃうからね、気合が入らないから。毎日毎日面白いことやって、こうリスナーさん楽しませてガンガン稼ごうっていうのが僕の考えなんで。
いや、ないっすよ。ないっす、ないっす。全然ないっすよ、貯金は。旦那は貯金しろって。まあ普通のサラリーマンとかアルバイトとかだったらね、貯金した方がいいと思うけど、俺はもう配信でやってる気満々だからさ。旅はね、お金かかるから、あんまお金は関係ないっすね。なんか自由じゃなくなるのが嫌だったんですよね。やっぱりその自由になりたくて旅人になってんのに縛られてんなと思ってて、今はやるべきタイミングじゃないと思ってて。由美子さんいらっしゃい、釈迦元気だよ。僕お金こじってないですよ。旅をやめたのは勇気ある撤退、機を伺うということ。そう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 、やっぱりそう、乗ってない時っていうのは何やってもダメだから、俺が乗ってるところを見たいわけよ、俺のファンは。和道が乗ってて楽しそうだなこいつっていう、いや和道めちゃめちゃかっけえなーっていう、だから俺が乗ってることをやるっていう。旅は乗ってなかったっていう、ただそれだけだよ。乗ってることをやっていきたいんだよね。俺のファンはね、それが俺の、俺が喜んでるところを見たいわけだから。そう、俺がちょっとなって思ってることはやっぱファンを悲しませる行為だからさ、やめとこうと思って。そう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 。ねえ、ファンとここまでやってきたわけだからさ。旦那は金を数えるのが好き。私はそれを全部使う。すごいね。全部使うんだ。気持ちいいね。笑うわ。はい、ルンペン佐野さん、おめでとうございます。ルンペン佐野さん、フォローしてないでアンチコメ書いたんでブロックです。はい、さようなら。おめでとう、ブロックです。おめでとうございます。あ、大丈夫大丈夫、ブロック入れたから。おお、あ、そうそう、ガルーダに聞きたいことあったんだけどさ、プラクルアンってわかる？ガルーダ。俺プラクルアンを手に入れたいんだけどさ、ガルーダだったらわかるかなと思って相談したかったんだ。プラクルアンって知ってる？プラクルアンのショップやりたいんだよね。わかんない、名前だけわからないかも。あのね、あ、いいよ、全然ググらなくていいんだけど、タイの仏教、タイって仏教じゃないですか。でお坊さんがお守りをネックレスにしてるんですよ。タイ国民は全員つけてると言っても過言じゃないんだけど、そのプラクルアンを日本で売ってないから、日本でねプラクルアンショップやりたいなと思って。あ、ゲームね配信やろうと思ってね、スーパーファミコン買ってきたんだけど、ちょっとなんか機材トラブルでやってないっすね。おう、米付きバッタさん、こんばんは。私は。
ショップはいつかやりたいなと思ってるね。多分水商売はいいかな。なんか普通にショップやりたいっすね。シルバーアクセとか売りたいけどね。そうそうそう、アクセサリー屋さんとかをオーナーでやりたいんだよね。そうだね。まあ俺は一番合ってんのはネパール仏教とかチベット仏教とかの考え方、上座部の考え方が一番好きだけど、一番っていうか、まあ原始仏教が一番好きなんだけど。はい、田村さんチェック入ります。はい、田村さんフォローしてないですね。はい、おめでとう。ブロックです。おめでとうございます。田村さんブロックです。おめでとう。はい、おめでとうございます。さようなら。はい、モロポロリさんブロックです。おめでとうございます。ブロックです。おめでとうございます。フォローしてないでアンチコメ書くのは速攻ブロックです。呪術系っていうかね、大乗の考え方はどうしても肯定できないっていうか、ブロックの基準明確ですよ、僕は。ブロックの基準書いてありますから、プロフィール欄に。読み上げましょうか。きますよ。言いますよ。ブロックの基準、無礼な態度や発言、かっこ礼儀を重んじております。人格否定、反対意見は受け付けますが、人格否定をする人はブロックです。荒らし行為、例えば弾幕であったりとか、売名行為などをした人はブロックします。以上です。まあ、曼荼羅唱えたら救われるっていう考え方は肯定できないかな、俺は。おい、やっくん、パフェありがとアンズさんはどっち？パプリカさんね、ブロックされたら放送見れないよ。釈迦仏教を愛するのに、輪廻転生観が苦手であるのはなぜですか？OK。まず、釈尊っていうのは、実はちゃんと仏教を勉強するとわかるんだけど、輪廻転生、肯定も否定もしてません。で、お経を読んでみるとわかるんだけど、釈迦っていうのは待機説法っていうのを採用してるんですよ。要は、位の低い人、には、位の低いお経を唱え、説教をしたと。で、王族であったり、バラモン、僧侶に関しては、僧侶に対応するっていう、要は知的な話をしたっていう。で、輪廻転生っていうのが出てくるお経っていうのは、庶民に向けて話してるんです。庶民に向けて輪廻転生を説いてる説法っていうのはあるので、それは何でなのかっていう時系列をまず計算してみましょう。当時仏教っていうのは新興宗教で、バラモン教っていうのが、一般的な考え方だったんですよ、インドでは。で、インドのほぼ国民っていうのは、そのカースト制度を肯定したバラモン教、要は輪廻転生はウパニシャッド哲学から来てるわけ。バラモン教のウパニシャッド哲学から来ていると。で、ウパニシャッドの本願一如っていうのを否定してできたのが仏教なんですよ。だから仏教の考え方をちゃんと理解してれば、釈迦が輪廻を肯定するはずがないんです。ただ大乗がそれを採用しちゃったのね。だから俺はブッダは輪廻転生を肯定するとは思えない。それが僕の考え方です。配信時間ランダムっすね。
そう、もともとバラモン教。で、バラモン教の考え方の。で、そのバラモン教の輪廻転生観に対して悩み相談をしてた、説教をしたわけだから。うん、はい。デブノシンさん、おめでとうございます。ブロックです。フォローしてない人はブロックです。さようなら。おい、アナラッキー、お帰り。おい、大花火ありがとうございます。なんでかっていうと、そのウパニシャット哲学のボンが1によって何なのかっていうと、アートマンとブラフマンが一体であるっていう考え方でしょ。で、そもそもなんだけど、ブッダが言ったことっていうのはさ、そのなんだろう、ボンが1によの否定でしょ。アートマンなんかねえっつうこと言ってるわけだから。で、アートマンがなかったら輪廻転生ないよね。チベット仏教に深い関心を持っていると察しますが、輪廻転生、そもそもダライラマ法王です。苦手になっちゃいますか？ペコリ。あ、OK です。あ、もともと、チベット仏教に関しては、世界にある中でも古い仏教だっていうふうに言われてます。チベット仏教。だから原始仏教のことを勉強するんだったら、チベット仏教であったり、ネパールとかに行くと、古い経典とかが残ってるんですよ。だけど、イコールではない。なんでかっていうと、チベット仏教の輪廻転生を採用してる。それこそダライラマって生まれ変わり信仰でしょ。あれっていうのはもともとチベットにあった宗教と合体してできたの。なんだったっけな？シム教だったっけな？ちょっと名前忘れちゃったんだけど、もともと土着信仰で輪廻転生を信仰してて、そこに仏教と融合したっていう背景があるの。その古い時代だよ。だから、その輪廻転生をなんであんなに強く採用してるのかっていうのは、もともとチベットで栄えてた原始宗教がそうだから。ボン教だ、ボン教だ、ありがとう。そう、ボン教。ボン教ですね。ボン教と融合した。で、ボン教の側面が強いんですよ、輪廻転生観っていうのは。うん。そう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 。土着仏教じゃなくて土着宗教だね。特にね、日本の仏教に関してはもう日本仏教って呼んだ方がいいぐらい、仏教の原型とどめてないから、教義がね。まあ、原始仏教が好きですね、僕は。オウム真理教をどう捉えましたか？麻原が悟り方を間違えたんだけど、惜しかったっていうか。僕は肯定的に意外と見てますね、オウム真理教。ただ、麻原が最後悟り方を間違えたなとは思っていて。あれは完全に教団の暴走だよね。麻原が間違った方向に行っちゃったっていうか。麻原が一定のその超能力であったりとか、要は仏教的に言うと超、なんだ、神通力か。っていうのを持ってたっていうのは俺は本当だと思うんだけど、悟り方は間違えてるよね。あ、試験合格したの？おめでとう。学会とかは詳しくないですね、そんなに。お坊さんと対談してほしいな。いやいやいや。はい、イーストさん、おめでとうございます。ブロックです。ブロックです。おめでとうございます。シャーマニズムあふれるチベット土着宗教には関心が深い、神秘的ですね。今でも呪術で人間の関係を決めてますもの。そうだね。だから、その、
昔の呪術的な宗教観っていうのが残ってるなって思うよね。まあでも朝原の論理はめちゃくちゃだよね。30年前にネットがあったら俺は人気者だったろう。今でも人気者じゃん。禅僧については先祖返りだと思ってて、禅の方が関心ありますね、日本の宗教で言うなら。禅はすごい面白いです。だハンターハンターの念能力者がね、まさに禅僧の世界観をうまく描いてると思ってて、禅はすごい先祖返りしてる感じがして面白いですね。おめでとうね。優しい教えから段階を経て解かれてきたということなんですね。大気説法っていう論法、例えば釈迦ってバイリンガルだったっていうふうに言われていて、サンスクリット語とかマガタ語とか多言語を使って説法をしてた。だから言語をいくつも操れたっていう。キリスト教についてどう思う？キリスト教を日本人には理解できないと思ってるかな。例えばさ、愛を説く宗教だって言われてるけど、キリスト教って一番言われてるのが、学者からすると矛盾の宗教っていう風に言われてるのね。で、なんて言うんだろう、例えば隣人を愛す考え方もあるし、戦争を起こす考え方も両方とも内包されてるの。要はね、絶対真の危ないところって神の命令だったら全てが肯定されるのね。で、聖書ってあの分厚い経典の中にさ、いろんなことが書かれてるので、矛盾だらけなんだよ。だからね、その絶対神がいて神様の命令に従うのであれば全てが善行であるっていう考え方は日本人的ではないと思う。そう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 、結構ガバガバなんだよね。チベット仏教医学では生きた姿が病をもたらすと考え、払って直す文化が今もなお継続中ですね。プータンとの関わりがありますが、取引の決め手が仏教的占い。へえ。六道輪廻十回論の意味を分かりますか？俺は日本仏教あんまり詳しくないですよ。ただその地獄に見えたり天国に見えたりっていう考え方は俺は主観の問題だと思ってるから。だからその地獄も天国もこの世なんだよね。生き砂間イコール生き量。ほうほうほう。いや、東京とか風水とか全然詳しくないっすね、僕は。のんちゃんいるよ。聖書は必ず教会で、なぜだろう。例えば結婚式で。ごめん、質問の意味が分かんない。矢野ラッキー、どういうこと？スピリチュアルイズムに関してはボロボロに間違ってて、俺がよく言うのは、例えば守護霊がいますっていうの、必ず。まず OK ね。で、守護霊っていうのはさ、アートマンって言って、肉体を持たないけどデータベースがある人の魂みたいなことを言うの。そうだよね、合ってるよね。で、守護霊がいますってまず言うのよ。で、それはそれで OK だよ。俺は別にそこに反論はない。守護霊見えるんだ、ふーんって。で、次、あなたの前世はですね、っていう投稿をするの。この後に。ちょっと待ってって。
輪廻転生って死んだ瞬間に生まれ変わるのを輪廻転生っていう別の宗教なの。守護霊がいるってこいつなんで輪廻してないのって。だから勉強不足、要は宗教のいいとこ取りして騙そうとしてるだけ。守護霊がいるって言ってる宗教っていうのは輪廻を否定してるので、輪廻転生があるって言ってるところは守護霊なんて否定してんの。めちゃくちゃな論理が。冷静に考えたらわかるでしょ、冷静に考えたらわかるでしょ、守護霊がいます、なんでお前輪廻してないんだよって思わない？俺ブディストではないよ、ブディストではないです僕は。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。守護霊自体がいるっていうところには俺は別に矛盾を感じなくて、そういう宗教はいっぱいあるから。ただ守護霊とその輪廻が混ざってる宗教観っていうのはもう論理破綻してる。俺は守護霊は信じてないですね。お墓を破壊することができますから。自殺したらどうなの？死にますね。めちゃくちゃでしょ？まあでもそれで救われる人がいるんならいいんじゃんとは思うけど。占いすると大体当たるのがなんでですか？お夏さんは当たった部分を覚えてるからですね。よーく読むとわかるけど、占いの本って自分の生年月日とか検索するとわかるけど、2割ぐらい当たってて8割外れてるから、要は誰にでも当てはまるいいことを書いてんの。で、印象に残ったところがその2割のところで覚えてるだけ。引き寄せの法則はありますよ。あれはスピリチュアル入ってないですね。引き寄せの法則は。死んだらどうなるの？死んだらどうなるんですかね。うん、死んだらわかると思うよ。あ、占いは統計学っていうのは俺も同意見かな。お墓を破壊する配信捕まるから日本ではやらないかな。うん、占いは俺は和芸だと思ってる。エブラハムとかモロスピリチュアルじゃん。エイブラハム、これは別にスピリチュアルだとは思ってないけど。儒教について一言。僕儒教の考え方に苦手で、日本の儒教的な部分全部排除したいと思ってるんですよ。僕は儒教大嫌いですね。特に日本に根付いた儒教なんてもうバカ臭いと思ってるんで、日本の今の悪いところ全部儒教が原因だと思ってる。あれは中国大陸の広大な国民を管理する論理だから日本には合ってない。うん、そう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 。ネクロフィリアだろうね俺はね。その手前、いや、例えば死体を犯したこと実際あるかって言ったらないです。ただ、その、ネクロフィリア的な要素はあって、その、死んだ人間で興奮しますから、僕は。だから、ネクロフィリアだろうね。多分。ただ、それを法が縛ってるから、やらないっていうだけで。先天的な障害は引き寄せたのかとか。納豆キムチ全然引き寄せの法則の本読んだことないでしょ。多分今の説明原理で俺読んだことないっていう判断をするんだけど、例えば先天的な障害は引き寄せたのかって言ってるじゃん。引き寄せの法則にそんな論理は入ってないよ。読んだことある？多分ね、引き寄せの法則読んだことないんだよ。どう？ある？引き寄せの法則に、引き寄せの法則とは何なのかっていう競技の中に先天的な障害の話とかを引き寄せるっていうものじゃないの？
そもそも多分納豆キムチが考えてるもんじゃないんだよ。多分ネットで集めた知識でそれを語ってると思う。一回読んだ方がいいよ。スピリチュアル的な要素ほぼな、あ、まああるんだけどな、途中で。ある？例えば引き寄せの法則って何なのかって言ったらさ、あの人間の思考を引き寄せるっていう話なんだよ。フォローありがとう。ある？でもね、まあ俺はあんまりそのなんだろう、ロンダーバーンの引き寄せの法則に関して言ったら、だからザ・シークレットに関しては簡易版だと思ってるから。サタニズムについて聞いていい？俺あんま詳しくないですけど、いいっすよ。痴漢をするんじゃなくて、したら、まあ、犯罪ではないんだよな、日本って。でも、死体遺棄とかに、死体破損とかになるのかな？一応ね、痴漢を罰する法律はないんだけど、痴漢をしたいっていう、その、願望はあるかな。死んでる人間、死んでる女性は美しいっていう。その、死んでる、男の人でもそうだと思うんだけど、死んでる人は、死体、破損？なんかに触れるんだよね。だからとりあえず日本の痴漢をしたとしても法律上は何もないですよ。痴漢を罰則するのはない。うん。やったことはないです。ただその死体が綺麗に見えるっていうのはある。死体損壊か。うん。うん、はい、こんばんは、わかめさん。韓国では今でもあるんだ。へえ。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。引き寄せの法則ではない、それは。数。引き寄せの法則っていうのは、簡単に言うと、引き寄せの法則じゃあ体験したい人手を挙げて。引き寄せの法則体験したい人手を挙げてください。引き寄せの法則体験してみたいっていう人、手を挙げて。体験してみたい人。幽霊って本当にいます？変な質問でごめんなさい。僕自身は幽霊は肯定してません。否定してます、はい、いや全然いいと思うよ。占いを信じて行動しててダメじゃないです。引き寄せの法則やってみようか。じゃあ今から1分間時間をあげます。部屋の中の、自分の部屋だから分かると思うんだけど、1分間時間を差し上げますので、部屋の中を全て記憶してください。コメント欄一回見ないで放送。1分間待ちますんで、部屋の中を暗記してください。360度見てください。用意スタート。1分間部屋の中見て、みんな。部屋の中の何があるか記憶していってください。どんどん記憶していってください。お願いします。1分後に画面に釘付けになってください。1分後に。これはね、ちょっと引き寄せの法則っていうよりも、まず人間の脳がどうなってるのかっていう話に近いかな。引き寄せの法則は後で説明するよ。人間の脳の構造についてまず知らないといけないことがある。コメント欄邪魔にならない。俺の部屋じゃないよ。自分の部屋だよ、みんな。俺の部屋じゃないです。話聞いてねえな、サクッとら。はい、見るのストップです。はい、みんな画面見てください。皆さん自分の想像で書いてね、記憶だけで書いてください。答え合わせしないでね。 OK 記憶だけ、要は画面だけ見ててコメント書いてください。部屋の中もう見回さないでね。部屋の中に赤色は何個あったか書いてください。部屋の中に赤色は何個あったか書いてください。2個、米付きバッタさん2個。ひなさんは部屋には赤いもの1つもなかった。記憶で書くんだよ。3個。2個、3個、5個、2個。OK、書いた？
1個。じゃあ今度360度座ってる位置から見てごらん。何個あったか今度書いてみて。今度は頭じゃなくて部屋の中に何個赤があったか見て、答え合わせしてみて。答え合わせしてみて、みんな。フォローありがとう。フォローありがとう。どうだった？部屋の中に赤何個あった？自分の予想とどれくらいずれてたか、どうだった？多かった？少なかった？どういう結果になったか教えてください。多分ね、多分なんだけど、多くの人は増えるはずなんだよ。多くの人は予想よりも赤の色が多いはずなんですよ。思ってるよりも多かったでしょ。多かった人は多かったって書いて、小物も含めて全部の赤だね。カレンダーだけでも4つある。これが引き寄せの法則ではないの、ほとんどの人が多かったっていう風になる。これは脳の認知の話で、増えたでしょ。これはね、どういうことなのかっていうと、人間ってすごい情報量に囲まれてるんだけど、世の中を正しく見れない。3個増えたでしょ、多くなるでしょ。これがまずそもそも俺らが完璧な状態で物事を認識できてないっていうことなんだよね。少ないってことはずれてるってこと。それはね、脳の問題ですね。なんでかっていうと、想像の中で勝手に赤が記憶したわけじゃん、365度見て。で、想像のものを作っちゃったわけだから、統合失調症の可能性がある。少ないっていう人は、少ないっていう人は統合失調症の可能性があるね。イメージで勝手に赤色を作っちゃってるわけだから。そう、気がつくとたくさん見えるのが通常の脳なの。全部赤入れますね。全部入れます。だから全部記憶してくださいって言ったじゃん。要はね、覚えられないの、人間って。これが引き寄せの法則の原理。簡単に言うと、その見える化をするっていうこと。普段意識をしておくことによって、例えば今緑を見てくださいって言ったら緑を探すことはできるの。何個数えることはできるの。だけど普段何も意識してないで生きてると、何にも素通りしていくの、情報って。それをマインドセットして引き寄せる。例えば部屋の中にあるもので必要のないものってほとんどないはずの。これ欲しくなかったのに買っちゃったっていうものってないんだよ。欲しいと思ったんだよね。だから全部手に入ってるわけじゃん。で、今現在いらないと思ってるものは半年後か1年後必ずなくなってるっていうのが引き寄せの法則のこと。そうそうそう、ただ単にそんなこと気にしてないだけっていう。それを意識化しましょうって言ってるのが引き寄せの法則に書いてある本の内容。こういうことです。見直したら12個もあったわっていう。そう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 。だから人間って関心がないと見えないの。宇宙から存在しないのと一緒なの。意識をするようになって初めて分かるように認識ができるっていう、この原理を採用してるのが引き寄せの法則ね。うん、違う違う、精神科医の話じゃない。そうそう、入り直して。そうそう、スコトーマってやつね。そう、心理的盲点。捨てられないっていうことは必要なんだよ。で、多分その小学生の時の服が柄が気に入ってるんじゃなくて、そこに情報が入ってる。そうそうそう、思い込みで生きてるっていうか、その事実とか現実っていうのがあった時に、捉え方っていうのが人によって差があるので、もし正確に答えられる人がいたら、例えばそのバーって1分間見ただけで全部を記憶してるっていうのはサバン症候群の可能性がある。だから障害を、何か重い障害を抱えてる可能性がある。なんでわかった？いや、だからこれはその、こう当たり前のことを言ってる。そう、当たり前のことを言ってるだけだから、誰にでも当てはまることを言ってるから当たるの。だからこれが占い師が使ってる和法だよね。コールドリーディング、ホットリーディング。
物が捨てられないのはそこに情報が詰まってるからだろうね。あと男の人っていうのはコレクター収集癖があるから、やっぱり獲物を飼った時に毛皮を残したりとか頭蓋骨を残したりとか、要は俺はこれだけ仕事やってきたんだぞっていう自己顕示欲っていうのがもともとあるから、だから男の人はフィギュア集めるっていうふうに言われてる。男の人って物をコレクションするの好きなんだよね。女の人には理解できないけど、あれはもともと狩りをしてた狩猟の本能な。そうそうそう。だからオタクは狩猟本能が結構強く出ちゃってる。感情思考を引き寄せるのは良いとして、思考で経済成功が得られるのは腑に落ちない。ああ、なるほど。例えばなんだけど、納豆キムチさ、俺の放送を見て、数年見てる人だったらわかるんだけど、何の根拠もないのに、俺は配信で飯食うって生活保護の時に言ってたんだよ。で、それ引き寄せの法則使ってるのね、実は。で、誰がどう見ても現実を見たら無理だって答えたの。だからニコ生の時って99%お前は配信で飯食えないって言われてんの。でも結果を知ってるでしょ。俺は結果を知ってたの。未来こうなるっていうのを予測してたの。それは何でかっていうと、引き寄せの法則を若い頃から勉強して使ってたからなんだよ。なんて言えばいいのかな。思考が現実を作るんだよ。で、トマベスさんのスコトーマの原理とかっていうのは、それをもっと深く、論理的に説明してるだけ。知ってるでしょ？そう。だから引き寄せの法則あるよ。っていうか、もともと引き寄せの法則って聖書が作ったのね。キリスト教の大発見が引き寄せの法則の発見って言われてんの。そう。だから信じる者は救われるって。だから神様はいないって思うんじゃなくて、心の中でいるって本気で思い込むと神様が見えてくるのね。引き寄せの法則っていうのがあるの。窓をブロックしたの？誰のことを言ってんの、セフィン。あのブサイクっていうのが誰のことなのか分かんないわ。男性脳なんじゃないの、ボンは。どちらかっていうと男性的な要因が強いんじゃない、ボーイッシュなんじゃない。引き寄せの法則ってどの程度の願いまで叶えられるの？引き寄せの法則に書かれてる定義で言うと、まず時間がかかると、思いの強さと行動のスピードが時間を加速させるっていうふうに教えてる。思いの強さと行動の量で、必ず引き寄せるまでには時間とタイムラグがあるんだけど、強く思って強く行動の回数を多くすると早く叶う。ただそれだけ。あ、ミュウツーほっといていいよ。ミラー配信バンだから。で、大きな願いであればあるほど時間がかかるっていうふうに言われてるね。でも必ず達成されるっていう。で、引き寄せの法則っていいことばっかり叶うんじゃなくて、悪いことも引き寄せるっていうふうに言われてる。マインドセット、経験則としてあるのはわかるんだが、法則のように100%確実なものとはいけないかと。俺100%だと思うよ。世の中にある全ての物質って誰かが強く願ったものしかないから。例えばこの部屋に膨大な情報あるけどさ、人の手がかかってないものって一つもないんだよ。誰かがこれを作りたいとして具現化したものしかこの世の中にないのね。だからもうちょっと勉強した方がいいと思うよ。100%誰かが具現化したものしかないんだよ。おう、真島さんお疲れっす。ラムネありがとう。トムサブローお久しぶり。じゃあ、2時間経ったんでアイテムタイムやります。和道の放送をね、応援してくれる方はぜひアイテムください。よろしくお願いします。1時間に1回トークに集中するためにアイテムタイム設けてます。2分間音楽流します。よろしくお願いします。のんちゃん、お茶ちょうだい。はい、バーガーありがとう。カズバーガーありがとね。
解放風船ありがとう。マルさんバーガー2つありがとう。ありがとうございます。のんちゃんお茶ある？のんちゃんマキルーワード2バーガー5個ありがとう。のんちゃん、のんちゃん寝てるわ。にゃこ風船5個ありがとう。結婚すんな、おめでとう。おめでとうございます。みややさん、おお髪変えたんだ。ハート2個ありがとう。りかさんこんにちは。あ、文章かわいいね。のっちさんバガありがとう。これからも続くよ、まだまだ話すよ。1時間に1回、もし、1時間楽しめたなって思った分だけアイテムをいただけると嬉しいです。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。悪いことを考えてる人ばっかりっていうのは悪いことも引き寄せるって。で、引き寄せの法則もう一回説明してあげるよ。誰だっけ？納豆キムチだよね。はい、綿飴ありがとう。引き寄せの法則が分かりづらいところって、例えば俺と誰かって、自分のことだったら 100% 具現化できるっていう風に言われてるんだけど、他人と関わった時に思いが強くて行動力のあるやつの方が引き寄せられるっていう法則があるの。要は巻き込まれる可能性があるのね。引き寄せの法則的に言うなら。だから、自分のことを自己実現するためには、その他人よりも強く思わないといけないっていうのがあるんだよ。リアドされてないよ。会ったこと一回もないよ、俺。あ、ありがとう、米付きバッツさん。風船ありがとね。胸毛は剃らないかな。ほうじ茶うまいな。知らない、わかんない。好きなんじゃないの俺のこと。わかんないっす。俺が知りたいぐらいっすね。俺が聞きたいぐらい。そうそう、当たり前のことなんだよね。その当たり前のことが理解できない人も結構いるんだよ、世の中には。オカルトだっつって。まあでも信じる信じないはね、自分次第だから、自由にね。そこは俺は引き寄せの法則は 100% あると思って生きてるから。フォローありがとう。お疲れ、天神さん。フォローありがとうございます。火打ちしなくなるな。のんけですって言ってね。まいへいさんありがとう。
ありがとう、ボボさん。ニューソート的な考え、人が祝福されてるキリスト教的な。どうなんだろうね。そのニューソートがよくわかんないけど、俺は。ねえ、ゆっくりしてってね。まあまあ、自分に合ってない考え方だったら採用しなくていいんじゃない？とは思うけど。そうそう、ライターの修理っていうかメンテナンスだね。ジッポはさ、メンテナンスしていかないと、その悪くなっちゃうっていうか使えなくなっちゃうんだよね。メンテナンスです、ただの。思いを作るのが一番難しい。否定はしないよ。なんだろうね。俺はよくわかんないかな。なんか書いてあって実践して 100% 自分には当てはまってるから、俺はすげえと思ってるだけで、引き寄せの法則はあるっていう体感があるだけで、書かれてる内容に矛盾も感じなかったけどな。タバコはやめないっすね、好きなんで。多分一生吸いますね。ミュウツー、まあ関わることはないから、俺とは別に、俺はミュウツーと。なんか面白い人だと思ったこと一回もない。窓花火100発上げて。いや、花火上げるかどうかはリスナーさんが決めることだから、俺が決められるんだったら花火無限に欲しいよね。俺が決めることじゃない、いっちゃん。自己啓発はうさんくさいみたいな風潮。宗教と自己啓発を否定するの好きだけど、科学とか文化の発展って宗教とか自己啓発の連続なんだよね。だ、日本人はその辺疎いよね、結構。まあいいんじゃない。俺は意識高くて実績出してる人ほど自己啓発ちゃんとやってるイメージだから。やだよ、俺そんな金ない。100発悪口、まあミュウツーに限らず俺悪口だらけだからな。もう慣れてるよ。俺アンチいっぱいいるんだよ。ミュウツーに限ったことじゃなくて、別に悪口めちゃめちゃ言われてるから、いいよ、ほっといて。俺別にミュウツーとは関わらないから。関係のない人生だから。
ミュウツーが友達とかだったらさ、ちょっとへこむかもしれないけど、別に友達でも何でもないかんね。多分俺ミュウツー思うんだけど、病気だと思うよあいつ。なんか精神疾患抱えてそう。そんな感じがする。なんか犯罪を犯しそうだよね。多分ね、若い頃いじめられてたんだろうなって。友達いなそうな顔だよね。あ、やべえ、ライト、あ、なくなっちゃった。やば、やべ、ライターのあれがない。やべえな、なくしちゃったな。ヒューチーシュがねえな。やば、どうしよう。ヒューチーシュなくした。ラスト、ヒューチーシュなくしちゃったよ。後で買ってこよう。マイヘさん、ハート5個ありがとう。悩み聞いてくれた時マジスッキリできた。ああ、ありがとう、嬉しいです。ヒューチーシュ売ってるよ、知ってるよ。ストックがないんだよね、今切れてて。中に入ってたヒューチーシュ落としちゃった。ヘッドホンはオーディオテクニカだね、俺は。すごい抜けのいいクリアサウンドだよ。ローがもっと強調されてる方が好きなんだけど。リスナーさんからのプレゼントですね。デュポンはあんま好きじゃないですね。2個ぐらい所有してたけど、デュポンはやらしいよね、ちょっと。カルティエが好きだね、ライターは。カルティエのライターが一番好き。今まで使ってたやつだったら。舞ちゃんにケンパイって言ってください。ダメだよ、そういうこと言ってたら。ケンパイって人が亡くなった時に言うんだよ。俺、葬式でびっくりしたよ、母親。親戚が亡くなった時にさ、俺の母親めちゃくちゃバカなの。で、みんなでグラス持ってくださいって。葬式場でさ、それでは故人を偲んで、ケンパイって言ってみんなグラス下げた時に、俺の母親だけ腰手上げて、乾杯って言ったかんね。俺もう子供ながら小学生だったけど、くっそ恥ずかしかった。みんなでケンパイってやってさ、こうやって下にグラスやってケンパイってやってる時に、乾杯って言ったかんね。マジかこいつと思って。もう母親大嫌いになったもんね、あの瞬間。親戚中凍りついてたかんな。オーディオテクニカヘッドホン、まあ安定してますね。え？舞ちゃん亡くなったの？は？は？俺一昨日電話したばっかりだよ。え？嘘でしょ？え？え、舞ちゃん？誰舞ちゃんって。マナちゃんじゃなくて？あ、びっくりした。マナちゃんじゃないか。誰マイって。誰マイちゃんって。あ、びっくりした。マナちゃんかと思ったわ。びっくりした。誰マイちゃんって。ああ、びっくりした。なんで俺が知らない人を献杯すんのよ。亡くなっちゃったの？誰かが。あ、びっくりした。心臓止まりそうになったわ、今。
マナちゃんね、うん、自分の婚約者、あ、そうなの、亡くなっちゃったの婚約者が、うーん、悲しいね、うん、そっか、まあ、献杯はしないけど、うん、強く生きてね、前平さん、うん、そっか、うん、好きな人が亡くなったら悲しいよな、いや、安物ですよ。安物です。ゆうは全然安物ですよ。皆さんありがとうございます、フォロワー3500人超えました、ありがとうございます、次は4000人目指して頑張ります、今後ともよろしくお願いします、ありがとう、3500はいいね、嬉しいですね、本当にフォロワーさんの皆様のおかげでここまで来れたんで、今後ともよろしくお願いします、まだ何月まで？俺5月だね。5月。あ、フォローありがとう。一人一人のね、人がこうやって支えてくれてるからこうやって成り立ってるわけなんで。ありがとう。あ、おめでとう。ありがとうね、マキル。あ、ありがとう。風船10個ありがとう、リカちゃん。ありがとう。他のコーディネート？おしゃれではないけどね。ありがとうございます。あ、いっちゃんも5月なんだ。あ、みなずきさんありがとう。フォローありがとう。これからもよろしくです。21だね、5月の21が俺の誕生日、 ありがとう、しのぶちん、これからもよろしくね、ありがとう、あー、ありがとうございます、バガーありがとう、残暑見舞いありがとうございます、ひがしゅ、ひがしゅさんありがとう、26なんだ、ニアピンだね、フォローありがとう、フォローありがとうございます、ラグランプスマッカーサーさんいらっしゃい、楽しんでいってください、フォローありがとう、何月生まれですか、今答えたじゃん、5月だって人の話聞いてねえな、5月の21だって今答えたばっかりじゃん、フォローありがとうございます、常にありがとうという言葉いいね、先輩から教わったんですよ、僕すいませんとかごめんなさいが口癖だったんですよ、で社長からお前それダメだからって、負け癖がつく言葉だから変えろって言われて、まずすいませんっていう口癖を直せって言われて、ですいませんってその場で答えたらぶん殴られたのねすいませんって言葉ダメだからよって、お前それ直せよっつったらすいませんって言っちゃってそしたらバカン殴られてで1ヶ月間ぐらい本当に俺のことを思ってくれて、先輩が強制してくれたの
で何回やっても治んなくて、だったら分かったって、お前何かの口癖ですいませんって言ってるんだわって、気づいたわっつって、だったらありがとうって言えって、お前が多分言いたい言葉ってその感謝を伝えたいんだけど、それをすいませんすいませんって言ってるから、でもすいませんっていう人間は成功できないって、だからありがとうございますとかありがとうっていう言葉を口癖にしろって、もう癖で変えられて、お今すいませんっつったろうって、うん、なんでキッズはいらないの、合わないっすね話が、うん、普通に大人と話してる方が好きなんで、だからキッズいらないっす。クロムとかベルルッティ好きそう。ベルルッティの財布が好きで買いたくて。で、クロムハーツはあんま好きじゃないですね。グッと来ないですね。だからその時の先輩のおかげですね。すいませんって言わなくなったもんね。ありがとうございますって。感謝を伝えた方が気持ちがいいもんね。あ、フォローありがとう、みなずきさん。その先輩のおかげですね、うん、その人すごく成功してるんだけど、千葉の会社でベンチャーで、キッズ、いや年齢じゃないよ、精神年齢でしょ、うん、いつまでたっても子供みたいな大人はいるけど、あんまり合わないっすね、ヤンキーの人とキッズは合わないね、俺は落ち着いてる人が好きですね、話ができる人が。アダルトチルドレンだらけの日本で、あえてアダルトがいいと言ってくれる和道さんに KP、KP、アルドさん。キャスバーで社会見学してきました。あ、そうなんだ。キャスバー行ったんだ。最近キャスバー行ってないな、俺。キッズの前でいられるのは幸せなことかもしれないですけどね。子供の心は絶対必要だと思ってんの、童心っていうのは。ただそれと精神的に幼いことは意味が違うから、俺は子供の頃の心忘れちゃいけないと思ってるし、子供みたいな風に生きたいと思ってるよ。だけどそれとその子供って無邪気っていうけどさ、やっぱ人を傷つけたりとかしちゃうから、無邪気は人を傷つけるんだよね。だからそういうのは配慮とか心遣い気配りとか、そういうのは大事にしていきたいと思うけど、子供の頃の心は大事だと思うよ。レベル低い人間ってなんでレベル低いんだろう。島田紳助は人間1回目って言ってたね。人間を1回しかやったことないんだって。だから芦田愛菜は人間30回ぐらいやってんじゃん。英語会議ね。そう、なんか子供みたいに生きたいっていうのはね、恥ずかしいことなんだよ。あの子供にね、早く大人になりたいって言わせないと社会ってダメだよ。昔の大人かっこよかったもんね。大人になりたくないって言われてんのは、大人がダメな生き方してるからだよ。もっとかっこよく生きないとダメだよ。大人は早く大人になりてえわーって。俺の時代はそういう大人いっぱいいたけどね、ありがたいことに。こんばんは。ひどい大人もいたけど、俺の周りにはかっこいい大人しかいなかったね。
ほんとご視聴あるよ。全然見ていいよ。エイリアンズだから難しいんだって、ギターが。うちは精神疾患抱えてるリスナーさん結構多いよ。合ってる？合ってない。リアルでは何してんの？俺リアルだけど、俺にとってはネットで活動してんのリアルなんだけど、サビだけでもじゃなくて特殊な行動が多すぎて弾けない。さん元気だよ。だって俺1日10時間ぐらい配信すんだよ。起きてる間ほとんど配信して、あと風呂入って寝るだけだもん。飯食ったり。大変つかね。おい、キムチ番長、バーガーありがとう。大変つか、まあ好きなことやってるから全然。うん。普通の仕事とは違うかもしれないけどね。普通の人の働くっていうのとちょっと概念は違うかもしれない。サラリーマンの人とか、お前は気楽でいいよなとかよく言うよね。まあ気楽ってわけでもないけどね。やりたいことやるのにもいろいろなんかこう制約とかはあるし。マクイーンワード2。なんだろうな、ずれるんだよなここ。ここだけずれるんだろう。
遅生まれ頭いいっていうの説あるよね。何なんだろうね。KP フォローありがとう。音取れねえな。あなたについて行きたい。 I will follow you。 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。 ああ、1年早いからか。なるほど、論理的にそうだよね。生まれるのが早かったら脳が成熟してる時間が早いわけだからね。なるほど。いや、読んでる読んでる。自己肯定できないらしい日本人が増えた気がする。若いからダメなんじゃない。肯定できる何かがあれば BB でも GG でも威風堂々。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越してあの人はもう気づく頃よ。バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない。不安な気持ちを残したまま街はどんどん遠ざかってゆくわ。
明日の朝ママから電話で叱ってもらうは甘いだあり。あの人は慌ててる頃よ、バスルこれ終わったらやるよ、ルージュの伝言て手当たり次第友達に尋ねるかしら、私の行く先を不安な気持ちを残したまま、街はディンドン遠ざかってゆくわ、明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ my darling、 叱ってもらうわ my darling。じゃあリクエストにお答えしてもう一曲歌います。仕方ねえな、仕方がねえな、そんなに俺の歌聞きたいの、そんなに聞きたいの、次何聞きたいの、欲張りだな。分かったよ、もう一曲だけな、もう一曲だけだよ、もう一曲だけ、欲張りだな。雑談次するよ。どうしても聞きたいんだってマイソングは。I love you 行く？じゃあいっちゃんのリクエストで I love you 行こうか。レベッカ、レベッカと尾崎だったらどっちがいい？レベッカ、レベッカいいな、レベッカにする？ごめんいっちゃん、レベッカにするわ、ラッソン、レベッカでもいい？いっちゃんレベッカだったらわかるでしょ。レベッカにします。口づけを交わした日はママの顔さえも見えなかった、ポケットのコイン集めて一つずつ夢を数えたね、ほらあれは二人の隠れ家、
秘密のメモリーをどこで壊れたの Offense うつむく日は見つめ合って指をつないだら Oh friends 時が止まる気がしたねえ君は覚えている夕映えによく似合うあの曲黙り込む君がいつも悲しくて口ずさんだのに今時は流れてセピアに染まるメロディーを二度と戻れない Oh friends他人よりも遠く見えていつも走ってた Oh friends あの瞳が愛しいここで壊れたの Oh friends うつむく日は見つめ合って指をつないだら Oh friends 時が止まる気がした二度と戻れない Oh friends 他人よりも遠く見えていつも走ってた Oh friends あの瞳が愛しいThank you.
ありがとうございます。今日貯めてみた貯めてみようかなと思って。ただいま。よいしょ。雑談いけますか。はいはい。ずれてんのかチューニング合わせてんだけどなんかね合わないんだよね。多分ねギターがダメなんだと思うんだよ。いや捏造とかないよ。運営の全然ないよ。俺も上位にいるけど捏造感じたことないもん。ないよいっちゃん。弦はもう2ヶ月経ってるし、多分ねエピフォンの6000円のミニギターだから多分そもそもがダメなんだと思う。チューニングすぐずれるし。はい、おめでとうございます。はい、コブンさん NG です。おめでとうございます。フォローしてない人ブロック入れるんで、フォローしてないでアンチコメ書く人はブロックです。はい、さようなら。いやいやいや、上位3人とかは別に閲覧持ってるでしょ、うん、運営っていうよりも多分閲覧水増しツールとか使ってるんじゃん。多分そういうことだと思うよ。おー、リュウホーデスマスいらっしゃい、ワード2。いらっしゃい。楽しんでってね。おい、ニャンモクさん、ワード2。マロ本人が言ってたし、いつも花火上がってない愛。いやいや、運営とかないよ。ない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 。本当にない。そうじゃなくて、配信が終わった瞬間におすすめって上位の人出るから。だから閲覧が常に安定するんだよ。上位の方にいる人は。誰かが終わるとドカッと流れてくるっていうのはそういうことなんだよ。ないよ、いっちゃん、本当に。水増しツールやってる人かどうかっていうのは本人か、本人で、運営さんはそんなことしないよ。弦変えないとな、錆びてきたかんな。あと、なんかレスポールがチョーキングに向かない ギターだっていうのを初めて知ったんだよね。俺レスポールイコールチョーキングだと思ってたから。びっくりだよね。
舌で弾いて、うん、舌では弾かないかな、汚い。マンスリーはポイントだね。金額じゃないね。企画の詳細、いや、なしになりましたね。なんてなんだろう、コーナーがよくわかんないけど、これはミニ四駆ケース、これでしょ。ここにミニ四駆がしまってありますね。ミニ四駆、白い工具入れは、まあミニ四駆だけじゃなくて工具全部入れてるけどね。ミニ四駆のタミヤが発売してるミニ四駆ケースですね。でこの蓋の部分が工具入れになってる。こっちはタミヤのパーツ入れてあるけど、これね、詐欺した金で買う？詐欺なんてしてませんけど、僕めんどくせえな今日は。はい、テポドンさんおめでとうございます。ブロックです。はい、おめでとうございます。ブロックしました。あーごめんね、うん、あんまり気が乗らないときは気が乗る配信やるよ。でも本人が乗ってないやつはダメでしょ。ミュウツーの犬？何？ミュウツー？何？言いたいことあんなら本人に電話かけてくれゃいいじゃんね。言いたいことあんならね、トツかけてくればいいのに。はい、こんばんは、ぬこさん。こんばんは。フォローしてない人は、アンチコメ書いたらブロックするから、俺。もしブロックされたくない人はフォローしといてください。フォローありがとう。フォローありがとうございます。いや、元気あるよ。全然元気元気。元気だよ。フォローありがとう。ミュウツー普通の配信してる方が好き。何なんだろうね。なんでこんなネガティブキャンペーン貼ってんだろうね。言いたいことあんなら配信者ならトツかけてくればいいのに。
次の企画の予定、とりあえず企画は今のところないっすね。とりあえず今のところないっす。相変わらずだよね。今放送やってんの？トツかけてくればって言って。言いたいことあるならスッキリした方が本人のためにもなるんだ。多分ヘイト集めてんでしょ。あーブロックしてたわ LINE。 今ブロック外すわ。ミュウツーの LINE ブロックしてたんだ、忘れてた。ちょっと待って、今ブロック外すから。本人に直接言えばいいのにね。うん、いや、あのね、朝方配信やりますよ。すいません、僕がね夜型になっちゃったんで朝型に戻すから待っててね。ブロックリストどこだったかな。ブロックリスト、はい、ブロック外します。はい、ブロック外したよ。これとつ、はいはい、かかってきた。早いね。あれ？あれ切れた。トツかけないのかな。あ、かかってきた。ちょっと待って。確かに。もしもし？はいはい。何？またヘイト集める方法。お前違う、お前の動画見とったんだけどさ、はい、まずこうやって俺にかけてこいって言った時点で相手にしたよね。相手にした？うん、お前の動画見てたんだけど、ミュウツーのこと相手にしないって言っとったよね。相手にしてんじゃん。んで今この、うん、でじゃねえよ。相手にしないってお前、嘘やんけ。出たね、ホラフキ。出たな、ホラフキ、おい。なあ。で、お前、喧嘩突に関してだけど、お前、ボーボーされとってさ、雑魚ってもどの口で言ってんの？おい、ホラフキ。おい。でさ、俺からかけてきてないって、喧嘩突っかけてこないって言うけど、YouTube に俺からかけてる動画上がってんだけど。笑ってんじゃねえよ。え、何を言ってんの？破綻しまくりの詐欺師が。何をじゃねえよ。言いたいことあるかかけてこいってコメントこっち飛んできてんだけど。言いたいことあるか言ったんだけど。あ、そうなんだ。それについてどう思うかって言ってんだけど。終わった？言いたいことは。終わったじゃねえよ、お前。え？何が？いや、それについての反論ないの、お前。反論ないって何？何反論って。お前がそう思ってるんでしょ？は？だから言いたいことあるんだとかけてこいっつったんだから、お前反論あって当然じゃねえの？いや、そう。サンドバッグなの、お前。え、サンドバッグなんですか、お前は。え、どういうこと？どういうこと？どういうことじゃねえ。え、まあ、アスペなの、やっぱり。ねえねえねえ。俺アスペだけど。俺が言ってることに対してさ、お前アスペだね。知ってる。お前がさ、言ってきたわけじゃん。言いたいことなんかかけてこいよって。反論ねえの？いや、ないけど。言われるがままなの、お前。雑魚じゃん。じゃあ喧嘩突って俺が雑魚って言えないよね。お前が雑魚やん。喧嘩突でお前が雑魚って何？配信者として雑魚だと思ってる。いや。いやいや。喧嘩突ってお前言ってるから。俺さっきからその動画流してっからな。お前の YouTube から流してっからな、おい。証拠なんかあんだよ。言い訳すんなよ。配信者として雑魚、俺はお前か過疎かもしんないよ。それ認めてんじゃん。なあ、お前喧嘩突でミュウツーが雑魚って発言してんだよ。サクッタロのコメント拾ってな。おい、見返してみ、ボケ。いや、だからさ、お前のどこがさ、強えんだよ。俺よか弱えだろうが、雑魚。おい。嫌じゃねえよ。反論してこいって言ってんだよ。な、お前反論する気ないって言っても、若干反論しようとしてんだよ。お前何言ってんの、お前。ゴミクソが。おい、聞けや、これ。あ、で、俺さ、いとんな、お前。喧嘩もしねえって言ってんな。お前、出会いとしてからの。おい。お前が言ってきたんやろ？おい、聞いてんのか、おい。おい、黙ってんじゃねえぞ、これ。俺言ってんだよ、配信で。時間とお金がございませんって。うん、それが整い次第行きますって。逃げんなよ、お前。あ、イルス使ってんじゃねえぞ、お前、また。アキラパンの時見なく。おい、雑魚。おい。黙ってんじゃねえよ、コミクソ。あ、逃げた。あと、痛い。あ、そうなん。あ、逃げたね。え、なんだっけなんだってなんだってって、どっから喋ればいいのね。いや、言いたいことあるから。お前、喧嘩売ってきたんやろ。なあ。売ってはないけど、まあ、あの、みんな喧嘩も売ってこないって言っとったよな、お前。
じゃあ行ってやっから、お前、リアとしてやっから。お金と時間がございませんので、それが整い次第行きます。俺、配信に行ってっから。なんでお前が俺の家。首洗って待っとれよ。え、首洗って待ってろって。お前、俺お前、お前言ってんだろ、お前言ってんだろ、ああ、行動しねえって。喧嘩もしてこねえって。だからしてやっからよ。何喧嘩もしてこねえってどういうこと？お前の言ったことだろうが、おい。YouTube 見返してみ、自分のライブの時見返してみ、お前自分の言ったこと忘れた、記憶障害が。何障害者。いや、障害者だけど。何じゃねえよ。自分が言ったこと覚えてねえのかっつってんの。なあ、喧嘩とつも雑魚で、俺が。喧嘩とつも雑魚で、行動しねえって言ってんだ。だから行動しちゃうから、お前首洗って待っとるよっつってんだよ。俺がお前と会うと思ってんの？お前、金用意できんの？会うと思ってる？じゃあなんでお前煽ってんの？じゃあなんで煽ってんの？喧嘩売ってこねえって。おい。何喧嘩売ってこないって。ってんだろ。あ、それでお前逃げるんだったら逃げるでいいよ。お前が逃げた雑魚でいいから。お前が恥かけばいいと思うよ。え、何？俺に会いたいの？なあ、お前配信でさ、喧嘩も売ってこい、行動もしねえって言ってんだろ。行動しちゃうから待っとるよっつってんだよ。それでお前会う、お前会うと思ってんのって、逃げてんじゃねえよ。お前、うまいこと言ってんじゃねえよ、この詐欺師が。そやろね。くじゃねえよ。え、ちょっと待って、俺、初情報が多すぎんの。何、お前は俺に会いたいの？初情報じゃねえ、お前が言ったこと俺言ってんだけど。初情報じゃねえ、お前が言ったこと言ってんだけど。お前の YouTube の動画を聞きながら俺それについて言ってんだけど。え、ごめん、ごめん。それについて思ったことがあったから、お前が言う通り言いたいことがあるからかけてきたんだけど。え、でもさ、バカなの。俺、お前の放送を見てるわけじゃないから、何を言ってるか全然把握してない。いや、知らねえよ。俺のやつ見てるとか知らねえよ。お前が言ってきたんだ、言いたいことはかけてこいって。で、言いたいことだから言ってんじゃん。お前の配信を見て言ってんじゃん。お前の過去の動画を見てな。お前と会うつもりはないよ。な、お前それについてさ、お前知らない初情報とか、お前が自分の言ったことも覚えてんのか、記憶障害が。そやろが。せやろかって言われても、え、なになに、要点をまとめてほしいんだけど、なに、俺に会いたいの？要点まとめてんだろ、まとめてんだろ、会いたいじゃねえよ。お前おちょくりに行くんだよ。お前喧嘩したいんだろ。喧嘩しちゃうじゃん。おちょくりに行く、あ、言ったな、お前言っただって。何を何を言ったの？何をって思ったら自分の動画見ろよ。見ないけど。まあ、ほんと雑魚だね、雑魚。お前二度と俺に喧嘩と雑魚とか言うな、雑魚。はい、すいません。え、ちょっと待って待って待って、うん、何、俺と喧嘩したいの？すいません、謝れと。謝れ。何、俺と喧嘩したいの？お前が言ったんだよ。いやいや、違う、俺と喧嘩じゃなくて、お前が言ったんだよ。まあ、自分の動画見返せよ。え、俺がお前と喧嘩したいって。何、喧嘩？喧嘩もしてこねえって言ったよな。喧嘩したいのお前だよな。お前から売ってきたよな。え、何を？おい。喧嘩もしてこねえ、行動も移さねえって言ったお前だからな。いや、してこないじゃん。お前から喧嘩売ってんだけど。いや、してこねえって、ほら、言ったね、言ったね。じゃあ、喧嘩しに行くね。あ、喧嘩しに行くの？え、今喧嘩打ったってことでいいね。っっ言ったね。喧嘩してこないじゃって、今喧嘩打ったってことでいいね。話をさ、笑われると全然会話にならないんだけど。言ったよな。何お前、全然喋んだよ、お前。喧嘩してこないじゃって言うなよ。お前が思ってるほど。お前が喧嘩してこないって言うなよ。かぶせないじゃん。喧嘩今、打ったな買うな。いいね。かぶせないで。いいな。ちょっとおい、逃げんな。逃げんな。かぶせんじゃん。逃げんな。お前がかぶせるな、それ。かぶせんじゃん。逃げてんな。お前がかぶせてんだよ。お前が逃げたらかぶせんだろうか、これ。俺から切ったことないわ。言ったな。毎回お前が切ってるの。はお前が通話切ってるのよ。逃げてんのお前なの。切ったってどういうこと？いや、通話いつも。切ってねえんだけど。いや、切って、お前から切ってやるか。お前 YouTube 見てみーや。いや、YouTube 見てみーや。お前だわ、ブーメラン。お前からいつも切ってるんだ。俺のプロフィールの URL 見てみーや。お前が切ってる。いや、見ないけど。いや、違う、動画に残ってるから。みんな知ってるのよ。いつも切ってるのお前なの。こっちも切られてんだよ。こっちも切られてんだよ、お前。明らかに逃げるときに。切られてんだよ、おい。お前、切りねえこと言ってんじゃねえよ、カス。電話切るとか嫌いな関係ねえんだよ。あ、そう。いや、お 今、お前は俺に喧嘩売ったろ。論点ずらしてんじゃねえよ、ザコ。いや、論点ずらすな。ずれてない、ずれてない。お前は喧嘩売ったな、おい。喧嘩売ってこねえって言ったな。喧嘩買ってやったら、お前絶対逃げんなよ。ちょっと待って、俺から喧嘩売ってないから。お前絶対逃げんなよ。許す使うなよ、これ。ちょっと待って、俺から喧嘩売ってないんだけど。俺と喧嘩したいのって言ったの。言ったよ、動画でも言って、今自分で言ったやん。記憶障害か、お前。いや、記憶障害の感じじゃなくて、喧嘩売ってこないじゃん。言ってること。言ってることが分かってないのよ。俺と喧嘩したいの？あ？あじゃなくて。何？俺と。喧嘩したいのってお前から言ってきた。お前が、お前の YouTube の動画を見て言ってんだ。あのね、イメージね。お前がね。喧嘩もしない、行動もしないって言ってんじゃん。いや、ミュウツーね。ちょっと待ってね。言ったじゃんとかじゃなくて、まずお前に俺は関心がないの、はい、そんなに。お前が思ってるよ。いや、関心がないんだよ。お前、関心ないくせにお前動画で俺の話題出してたの？コメントあるじゃん。いや、ない、あるよね。ない。関心あるよね。ない。相手にしないって言うけど、お前、あるよね。全然ない。じゃあ、なんでも2分も3分も俺の話してんの？いや、だから、ミュウツーが、しつこいけどって言ったから、いや、言いたいことあるんだったら、全然かけてきていいよっていうことを、あ、リスン聞けや、言ってるのよ。いや、リスン聞けよじゃなくて、リスンって聞けって意味だから、俺の話リスンな。まず、落ち着け。知るかよ。おめえがリスンしろよ。
なんでお前の話は大体分かったから。お前が逃げっからだろうが。どこが逃げてんだよ。お前の動画の流れを言ってんだよ。動画の流れって何？な、何の行動もしない、喧嘩もしてこない、喧嘩とも言ったこと言ったから俺はさ、言いたいことだ。俺の動画大好きなの。ありがとうね、師匠。ガンガンしてくれて。で、何？お前のことネタにしてあげてんだよ。お前のことネタにして、お前のさ、お前のことネタにされてるって何？楽しくな。楽しくできさせてもらってるわ。いや、別に全然いいけど。話そらすな。話そらさんでいいから。話そらしてないんだよ。そんなこと今どうでもいいんだよ。うん、そらしてるじゃん。いや、そらしてない、そらしてんじゃん。どこがそらしたの？ありがとうともそらしてんじゃん。ちょっとどこがそらしたのか、じゃあ教えて。俺の動画見てくれてありがとう。ちょっと待って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 。そらしたね。話をそら、ちょっと待って。ねえ、お前の話、お前の話関係ないんですね。話をどこがどうそらしたのか教えてよ。お前の動画を見て、ちょっと待って、みんな全然話それてないと思ってんの。論点ずらしてんだろ。論点ずれてない、ずれてない。喧嘩売りに行くからな。喧嘩売りに行くの？ずれまくってんじゃん。喧嘩買わないよ。どこに売りに行くの？お前が喧嘩するっていう話してから、喧嘩買ってやるって。喧嘩するっていうのはお前が言い出したの。お前じゃねえ、俺じゃねえ、お前だよ、おい。俺じゃねえ、お前だよ。どういう風に喧嘩打ったの？お前の YouTube 動画お前流しちゃろうか。あ、聞こえないか。聞こえる聞こえる。いいよ、流していいよ、いいよ。お前の動画が言うか、あの、いいよ、魚団復活かって動画ね。お前の YouTube 流して。うん、流してみて。これの冒頭の3分以内に言ってる。うん、じゃあ、流して今。あ、これ流したら聞こえんの？わかんない、やってみて。流してっけど。あ、こっちには聞こえないね。こっち聞こえないやろ。俺の方で何分何秒の動画流してって言ったら俺流せるよ。こっちの方ではできるよ。じゃあって。いいよ、俺の方で流すよ。だから YouTube 見てっから。見てる？うん。俺が動画の音声流せばいいんでしょ？俺の放送のタイムシフトを。どの動画の何分の時流せばいいの？今見てるから。いや見てる。序盤すぎてね。分かった。確認してじゃあ。何分何秒って言って指定して。だから今さ、聞いてっから。4分30秒ぐらいかね。OK。こっちで流すよ。その辺から、その辺からだね。4分30秒流せばいいのね。うん、30秒頃から聞いてる今。ちょっと待って、今設定してるから。4分30秒流せばいいのね。30秒から。4分30秒4分30秒から始まってる。4分30秒ね。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、待って、待って、待てよ。お前が待てよ。で、最終的なの、な、あの、3つ言ってんだけど、そこが何分か見てんだよ。ね、じゃあ俺は流さない方がいいの、うん、今どうすればいいの？でも聞いてるから。じゃあ流さなくていいの？ああ、あのね、5分頃からだね。5分でじゃあ流す。5分頃から聞けよ。うん、5分から聞けよ。じゃあ流すよ、ちょっと待ってて、うん、聞けよ。はい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 、はい、旅団復活かね。はいはい。そう、なんつんだろう、再放送なんだよ本当に。タイトルはあれってリスナーからすると、は、何なのって話で、本当に俺の再放送をミラー音声でミラーしてるだけで、で、喧嘩にも行かない、トツもかけられない、暴露もできない、なんなのって。はい、はい、はい、いい。うん、いいよ。喧嘩にも行かない。だから喧嘩、お前、売ってんだろ？買ってやるよ。喧嘩売ってるわけじゃなくて、お前、喧嘩も行かない、文句を言う、再放送やってる、これ事実じゃん。これ俺言ってること間違ってんだろ。売ってんだろ。じゃあ買ってやるよ。俺が売ってるんじゃなくて、お前は何がしたいのっつってんの。喧嘩にも行かないって、俺がさ、いつさ、お前にさ、リアル喧嘩するっつったの。え、どういうこと？だって俺のこと腹立ってるんでしょ。リアトするっつってるよ。腹立ってるとかじゃなくて、ちょっと待って、リアトするって喧嘩にも行かないって煽ってんだろ。煽ってんだろお前。喧嘩にも煽ってないけど、煽ってないけど、実際さ、喧嘩にも行かない、喧嘩したいのお前は。実際さ、ねえ、実際さ、ねえねえねえ、ちょっと待って、ちょっと待って。ねえ。いや、かぶせ。喧嘩にも行かない。じゃあなんでそういう言葉出たの？え、何？俺と喧嘩したいなら別にいいよ。喧嘩しない。いや、お前が言ってんじゃん。いや、喧嘩知ってないじゃん。俺、
なんでピキってんのかよくわかんないんだけど、喧嘩もしないミラー放送やってる。ピキってるじゃねえよ。言ってるだけ。ミラーじゃねえから、お前の YouTube だから。暴露をするって言って。ミラーってお前の配信を、今ミラーしとったらミラーかもしんねえけど、聞いて聞いて、お前が YouTube で上げとる時点でさ、都合悪いのしょうがねえだろうが。BGM 流しと変わらんやろが。ちょっと待って。何がミラーじゃ。事実お前をふわっちから何の規制もねえんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。まずね、ここで言ってることって別に正論じゃん。喧嘩もしないでしょ。で、暴露枠って言ってんのに暴露が一つも出てこない。いやいや、だからお前が喧嘩もしないって言ったから喧嘩してんだろ、お前。え？喧嘩売ったやろ、お前。買ってやるよ。じゃあ喧嘩してやるよ。いや、俺別にお前と喧嘩したいなんて思ってないよ。でも別にお前が喧嘩してくるんなら。じゃあ何でも喧嘩しないって煽ってきたんですか？いや、煽ってないよ。ここ事実じゃん。いや、煽ってんじゃん、煽ってんじゃん。違う違う違う。リスナーからするとね、リスナーから。じゃあ、ごめんなさいって言えよ。なんで？じゃあ、お前、喧嘩、お前、じゃあ、僕、もしだよ。もし仮に、お前が喧嘩売ってくるんなら、俺買うよ。全然。俺は喧嘩売る気ないよ。でも、お前が。言ったね、言ったね。言ったね。まあ、言ったな。喧嘩売って買うんだな。買う買う買う。全然買うよ。いいよ。じゃあ、行くね。じゃあ、9月にお前の家行くね。わかった。お前、絶対逃げんなよ。うん、じゃあ、お前のことを喧嘩を買えばいいの、俺。いいよ。うん、買えばいいよ。オッケーオッケー。じゃあ、うん、お前から売ってるんだから、ね。あれ、相手にしないんじゃないんすか？あれ、相手にしないんじゃないんすか？いや、買ってあげる、買ってあげる。いいよ、相手にしてあげるよ。あれ、相手にしないんじゃないんすか？あ、買ってあげる。あれ？矛盾しましたね、また。また一つ矛盾しました。相手にしないんじゃないんすか？え、何？あれ？また矛盾しましたね。いいよ、いいよ、買ってあげるよ。買ってあげるよ。買ってあげる。うん、言ったら、絶対逃げんなよ。いいよ。あ、みんな聞いた？みんな聞いた？みんな聞いた？俺の喧嘩買うって。うん、いいよ。あいつにしないって言ったこのゴミクソは俺の喧嘩買うって聞いたな。いいよ。9月のいつ来んの？じゃあもう絶対逃げんなよ。答えるから。いや、逃げるからじゃなくて、いつ来んの？だから俺と喧嘩したいんでしょ？俺はする気ないよ。じゃあもう逃げんなよ。逃げんなよ。うん、は？する気ない？今喧嘩買うって言ったよね。え、話すな。すごくない？今喧嘩買うって言ったのにする気ないって言ったの？いや、ないよ。やばくない？あ、違う違う違う。一瞬で、一瞬でこいつ破綻したよ。聞いてねえな、こいつ。喧嘩買いますって言った瞬間に、する気ないよって言い出したんだけど。な、逃げてんの？ビビってんの？お前。いや、違くて、違くて。俺は別に、お前に。いや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 、今喧嘩買うっつったよな。お前逃げてんじゃねえよ、お前。お前。する気ないじゃねえ。お前と、しようぜ。喧嘩をする理由は俺にはないけど。おい、しようぜっつってんだけど、お前から、喧嘩を売られたら買ってあげるよって言ってんの。いや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 、買うっつったよな。する気ないじゃねえよ。おい。じゃねえよ。お前、買うっつったろ、今。喧嘩。だから、お前が。する気ないじゃ何だろう。お前が乗り込んできたら、それは買うね。やばいね、こいつ。ねえ、こいつやばいね。今、喧嘩買うっつってさ、喧嘩する気ないとか言い出したんだけど、こいつやばくね？おい。ビビってんの？いや、ビビってないけど、全然。いや、明らかにビビっとったけどね。で、何？全然ビビってない。喧嘩買うって言った瞬間に、うん、喧嘩買うって言った瞬間にやる気ないとか言い出すの？だから喧嘩したいんでしょ？で、おちょくってやんの？おちょくってやんの？普通に家に乗り込まれたら、俺は迎撃するよ、普通に。迎撃って？どういう風に？言ってよ。いや、わかんない。その時の状況によるから。お前喧嘩売りに来るんでしょ？ちょっと、音回ってる。またね、僕と奪われんの？音回ってる。また僕と奪われるんすか？音、ね、美代子さんと君なんかまた僕と奪われるんすか？音が回ってるから、音切ってよ、そっち側で。わかる？音回ってて何？そっち側で音流れてる、俺の。携帯かなんか。は？いや、携帯じゃねえ、今、パソコンでやってんだけど。パソコンで音回ってるから、俺の放送切って、そっち側で。何？俺の、いやいや、切ってるよ。あ、そう。ミラーしてねえっつってんじゃん。いや、わかんないけど、知らないけど、音が回ってたから、こっちの問題ではないから。俺のイヤホン、俺のイヤホンが、俺のイヤホンの音が入ってたこと？はいはい。うん。なんか入ってたから。で？いや、知らねえ。うん、いつ来んの？いつ来んのって、お前逃げんなよ。いや、逃げんなよ、じゃあ、まあ、皆さん、公表しますね。うんうん。皆さん公表しますね。逃げんなよ。いや、早く公表しよう。確か土曜日だから。うん。いや、今一応確認する。曜日を。間違っとったら嫌じゃん。ね。確認ぐらいいいだろ。じゃあ公表するわ。うん。9月9日、9日ね。9月9日土曜日、東京行きますんで。9月7日の誕生日で相手もらって、9日行きますんで。お金貯まってないのに大丈夫なの？お、交通費はあんの？関係ねえ。交通費はあんの？貯まる予定だから。いや、貯まってはいないよ。もう行こうためば、行こうためば安く行けるよ。ただ余裕がねえんだよ。何余裕って。うん、何の余裕？何おちょくってんの？いや、おちょくるっしょ、こんなの。お前いくつだよ。何が？お前いくつだよ。28だっけ？お前さ、お前31とか2でさ、俺にバカされてんだけど。ね、生、もっと生っぽ。お前さ、28になる。また論点ずらしたね。また論点ずらしたら逃がさねえよ。逃がさねえよ、論点ずらしても。おい、雰囲気やろう。
また論点ずらしたな。お前は9月9日に逃げんねって話なんだよ。アイテムそれだけなんだよ。アイテムを。アイテムの話じゃ関係ねえんだよ。おい、論点ずらすな。おい、雑魚。ずれてないけど。論点をずらすな。ずれてない、ずれてる。ずれてるやん。9月9日に喧嘩しますんで、お前逃げんねって話しとって、なんでアイテムの話なんの？ずれてるよ、ね。だからそれを、それずれてるよね。ずれてないけど。ずれてるよね。ずれてないよ。ずれてるよね。ずれてるよね。あのね、9月9日にお前と俺と俺が喧嘩とするってことは、喧嘩じゃねえわ。さっきから論点ずれてるって言いたいだけなのよ。ずれてるよね。論点ずれてるって言いたいだけなの。ずれてないのよ。だって、お前は9月9日に来るって言って、ね、9月9日に来るって言ってんだから、終わった話だよ。そこを掘り下げても意味ないでしょ。いやいや、そっから何であえても話なんの？ずらしてんじゃん。いや、お前が言い出したんじゃん。交通費あんのって聞いた。お前逃げんなよって話してんだけど、近いよ。近いよ。逃げんなって近い。いや、お前喧嘩売りに来るんだよ。逃げまで近い。ねえ。買ってあげる、買ってあげる。だからお前、カロッつったからよ。うん、だからそれは終わった話じゃん。論点とかいう問題じゃないのよ。じゃ終わった話ならもうツアー終わっていいんじゃねえの？お前逃げんなって。ちょっと待って。俺はまだ聞きたいことがいっぱいあるんだけど。俺のアイテムの話は関係ねえんだよ。俺は聞きたいこといっぱいあるんだけど。俺は聞きたいこといっぱいあるんだけど。関係ないの？それ論点ずらしの。俺は聞きたいこといっぱいあるんだけど。聞きたいこといっぱいあるって言うけど、お前がさ、聞きたいことならかけてこいって言ったんだろ？先生、俺は今質問がいっぱいあるけど答えらんないってことなのね。どういうこと？じゃあどうぞ。いいの？え、アイテム、交通費は溜まってないの？今の時点ではあんまり溜まってないね。いくら溜んだ？だから俺8月のお盆に、行こうと思ってたけど行けなかったから9月にずらしたんだよ。いくら溜まって、お前の言う人に。え、何？あ、リスナーさんから交通費をこじってんの？じゃあいくら溜まってんのって言うんだったら、お前さ、自分の今所持金言えよ。言えねえだろ。だから俺も言う義理ねえだろ。言えるけど、いいよ。所持金。じゃあお前自分の所持金言えよ。うん。お前キャプチャーしろよ。いや、キャプチャーしろよ。自分の通帳キャプチャーしろよ。いや、通帳の中には1円も入ってなくて。映せよ。ちょっと待ってね。いや、映せよ。いや、口じゃなくて映せよ。いや、映してる。映せ。映してるって。今。あ、じゃあ見てみ。お前ブロック解けよ、じゃあお前。いや、リスナーさんに伝わればいいでしょ。見ればいいの。1、2で。関係ねえよ。2、3、4。まあ、これくらい？これくらいと、OK？ これくらいと、これくらいでも口で言えよ。いい、せめて。リスナーさんには分かってるから伝わるから。いや、分かってるとかじゃねえよ。ポケット。また逃げんの？また逃げんの？逃げてないけど。また逃げんの？ポケットの中に、ね、また逃げんの？いや、リスナーさんに伝わってるから、鳩が飛ぶから。ね、通帳見せろ、通帳見せろ、今お前の中には1円も入ってないっつってんの。うん、通帳見せろっつってんだけど。これくらいと、ポケットの中の。通帳見せろっつってんだけど、おい。だから通帳全部出せよ。ちょっと待って、出せよ。所持金いくら。おい、生ポ。おい、元生ポ。通帳、所持金ってお前、口座の中も含まれんだろうが、お前。だから、口座の中に入ってねっつってんの。うん、で、まあ、これ。それ全部こじったかね。そうだよ。全部こじったかね。こじったかねっつうか、配信業。こじたかね。配信業。これが財布の中に入ってるのと。元生ポ。これがまあ一つ言うけど、お前、ちょっと待って待って待って。お前さ、金返してんの？なんかお前、聞いてる？聞いてるじゃなくて、ね、お前、ちょっと待って待って待って。不正受給返したん？不正がそう、不正受給してないから、俺。96万返したんですか？まあ、これくらいと、これくらいと。返還したんか、お前、聞けよ、おい、これ。おい、聞けよ。96万返したんか、お前。これくらいです、ね。まあ、その状況で、金銭受け取ること、お前、生活保護違反なんだけど、犯罪なんだけど。犯罪じゃないよ。犯罪した。犯罪じゃない。犯罪だね。犯罪じゃないよ。どこが犯罪の？犯罪だよ。だから、96万お前返してねえんだろ。その状況で、お前、金もらうことって生活保護違反なんだけど。どこ、何条に触れるの？それはリスナーさん、モロさんって人が教えてくれたよ。実際働いてる方が、ね。お前が言い始めたんだから。俺は自分が調べたわけじゃないけど。自分で調べてないことを発言するなよ、まず。お前の、ね、違反だって言うなら、その法的な根拠を示してよ。うん、法的な根拠、お前よく言えたな、お前。生ポでさ、お前1月頃にさ、お前、1月か2月か、1月か2月頃にさ、な、お前裁判所に訴えるとか言ってさ、お前訴えんかったやつがよく言うわ。だって、おい、訴状が来てないよ。憲法違反で訴えるとか言ってさ、訴えんかったやつがよく言うわ。お前がよく言えたな、おい。お前、ドヤ顔でさ、憲法違反だから訴えますって言っとってさ、訴えんかったやつがよく言うわな、調べろとかさ。さ、動画を見てもらったら分かるんだけど。自分が言ったことお前さ、お前よう分かってんのか、お前。ちょっと待ってね。よく言えたな。おい。何が憲法違反じゃ、じゃあ憲法違反で訴えろ、今すぐ早く。違う。訴えろよ、お前。何が言ってんだよ、訴えろよ。お前のその動画見てんだよ。いや、訴えろよ、これ、憲法違反で。何が憲法違反じゃ、クソガキが。まず、憲法違反で訴えるって言ってるのは、まずね、まず、訴状が来ると、うん、正式な書類が来るの、区役所から。わかる？で、それが来た時に、反論として、
違憲だっていうことを訴えるのよ。だから向こう側からまず支払いの請求書が来ないと意味がないの。来たんじゃねえの？来てないよ。は96万じゃあ、何あの書類じゃあ。来てないよ。あの96万の書類何よ。何書類来てない？96万の書類来てないの？来てないよ。いや、来てないってお前の YouTube に上がってますけど。また嘘つくの？え、どういうこと？来てないの？ドヤ顔でさ、96万の請求が来ましたってお前さ。いや、お前にわか情報なんだって。ちゃんと動画見てないんだ。いや、にわかじゃなくて YouTube に上がってんだけど、にわかもクソも YouTube に上がってる動画見たんだけど。いや、だから YouTube、お前の配信のな。YouTube で説明してるわ。生活保護さ、停止されましたって、止められましたって動画上げてんだろ。まず、それ書類自分でドヤ顔で上げてんだろ。何もかも96万返せ、早く。返せじゃなくて、請求が来てないの。さっさばんのお前96万言わず返せや。違う。請求が来てないの。おい、ゴミ96万返せよ、早く。おい、また嘘つくの？また嘘ついたの、詐欺師。まためくれたな。都合悪くなると、こいつ大声出すな。でも、96万プラス罰金も払わんといけんわけだけど、お前。罰金って何の罰金？何の罰金？罰金ってあるけど。あるけど。あるけどじゃなくて、何の罰金？不正受給とか罰金はありますけど。何？どこに、うん、どういう、いくらあんの？罰金って。モロさんが、モロさんのコメントで100万って言っとったけど、ごめんね、それは調べてないからわかんないんだけど、例えば俺も失業保険もらおうとしてんだよ。失業保険を不正受給しても、罰金含みで3倍返さんといけんのよ、例えばね。うん。わかる？だから、罰金発生するんだよ。その法的根拠はどこにあるの？法律上。法律上っていうなら法的根拠。それは調べてねえよ。調べてねえよ。とりあえず返せよ。少なくとも96万返せよ、早く、お前。調べてないことをさ、そんな大声で言われてもさ、よくわかんないし。調べてないことって言うけど、お前、憲法違反で訴えれんかったやつがよく言わって言ってんの。憲法お前が言ったことじゃねえんだよ。違うんだよ。訴えれた、お前、言ってねえやつがよく言ったな、お前。違う。お前、裁判所訴えるって言ったら、弁護士やぞとか言ってたら、何もせんかったやつがよく言えるな。お前にそんなこと言われるじゃねえんだよ、そもそもな。まずね。お前が法律を語んだ。まずね。お前がさ、調べてないことどうのこうの言う前に、お前が法律を語んだ。訴えれんかったコミックとか、お前の YouTube も上げてやろうか、この野郎が。そうやろ、あ、モロさん来た、いらっしゃい。生活保護違反、85条違反だって。85条は何？生活保護法、85条違反の罪に成立するのは、不実の申請がされたことらしいです。うん。不実の申請がどこに当たるんですか？不実の申請がどこに当たるの？じゃあ、もうジャンコさんそっち行けばいい。モロさんそっち行けばいい。いやいや、お前に聞いてんのよ。お前が言ってるんだから。モロさんはいいよ。だから、リスナーのコメントを聞いて言ってんだけど、そこはモロさんに頼る。悪いけど。だから、知らねえもん、知らねえもん。お前と話してるから。言って認めたよね。調べてねえし、さ、わかんねえって言ってんじゃん。じゃあ、だから、コメント上は、言ったって言ってんじゃん。認めてんだろ？認めとるよな。認めたら、じゃあ、モロさんそっち行かせば、絶対ブロックすね、モロさん。85条は理解できたのよ。はい、ね。で、それっていうのは虚偽の申請をした場合の不正受給に当たるの。俺が虚偽の申請ってどこでいつしたの？なぜ96万の請求なら YouTube。それ払ってんの？うん。じゃあ、モロさんそっち行ってよ。ワードなく行ってよ。いや、違う、モロさんはいいから、お前に聞いてんだって。お前と話してんだから。何？お前と何？だから、それ以前に、俺はだから、モロさんの頼り、コメントの頼りだって言ってんじゃん。それ認めてるよ。いやだからいいよ。モロさんに頼ってもいいのよ。だから、その中でお前がさ、訴えるとかって訴えれんかったわけじゃんか。だから、訴える前提条件っていうのが請求が来てからになるのよ。で、まずね。請求来とるも何も、お前 YouTube に動画上げとるやんけ。上げてますよ。上げてますよね。これ認めたね。96万来とるって上げてますよね。違う、96万来てるんじゃないのよ。違うの。まず話をね、全く理解してない。約100万円の請求来たってお前、訴えますってお前、動画上げてんだろ？ほらまたお前違うんだよ。違うんだよ。お前動画のタイトルだけ見てるの。タイトルだけ見てるの。上げてんじゃん、ほら。上げてるんじゃなくて、タイトルの中身見たよ。96万で、ここまでは認めれるけど、ここまで払おうとは思うけど、こっから先はわかりませんって、払うか分かりませんって。それは訴えるかどうかっていうのは、請求が正式に来ないと訴えられないの。で、請求が来てないんだっつう。わかった？は？じゃあ何あれ、うん、じゃあ何なの？あの96万何なの？あの、新宿区役所から来たんやろ？あれ何なの？知らないよ。請求じゃなかった何なの？知らないよ。自分で調べる。返還請求って書かれとるよね。だから返還請求の正式な書類が来ない限り、俺は返還に応じられないでしょって。返還請求来てんだろうが、お前。来てねっつってんの。言い訳すんな。返還請求来てんだろうが。言い訳じゃなくて、来てないの？あげして。来てないの？何のじゃねえよ。自分で動画上げてんだろ、お前。ほんまアスペなの？お前。自分のしたことも覚えてない記憶障害者。おい。いやいや、記憶障害とかじゃなくて。こんなやつに騙されるディスナーもどうかしとるわ。うん、自分で上げた動画のことも忘れたの？ 96 万の返還請求も忘れたの？お前。だから返還請求。それ忘れたって言って、5年の時間を待つけ、お前。ね、まあ。だから、お前は全然タイトルの話を真に受けすぎてて、俺の話の内容を理解してない。タイトルだけ中身見たっつってんだろう。だから中身を見ても理解できなかったんだよ。96万請求とお前言ってんだろうが。
だから中身を理解してないわけじゃん。お前、じゃあお前、じゃあお前、もう一回自分の YouTube 見ろ。流せ。いや、見ないけど。いや、なんで見ないの？言ってること間違えてないから。都合悪いから。あの、お前だけだよ、理解できてないの。音声流せたくせにさ、なんで今流せねえんだ、言えよ。さっき流したよね、自分のチャンネルの動画。そうじゃなくて、そうじゃなくて、俺が言ってるのは。流せよ、おい。流せよ、おい、流せよ、逃げんな、流せよ。さっき流せよ、なんで今流せねえ。都合悪いから流せねえんだ、流せ。違う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 。都合悪くないからアップロードし続けてる。さっき自分のチャンネル動画流せて、なんで今流せねえんだよ。おい、流せよ。なんで俺が、100万1000円100万やつ流せよ、早く。なんで俺が流す必要あるんだ。流せ。流さないよ。だから、お前のさ、所有権だろうからさ、お前キャプチャーできるだろ、流せ。キャプチャーできるよ。キャプチャーして流せよ。できるやろ、で流せよ。なんで流すんだよ。96万の請求したやつ分かるやろ。請求は、ね、請求は、こういうのを請求を出しますって言って怒ってるの。で、もし来たら俺は違憲で訴えるよって話をしてんの。分かる？いや、違憲も来ても96万来てんだろうが。来てるのは正式に書類が来てからになるの。で、それに対して。正式だろ、じゃあこれなんだよ。じゃあこれ今 DM 来たらこれなんだよ、じゃあこれ。何がなんだよ。ね、DM 来たって知らねえよ。お前の配信見てないかし。お前の配信見てねえよ。うん、ピンタはねえわ。うん。うん、見てねえの。うん。今ちょっとピンタは分かったけど、保護廃止決定通知書来てるけど、お前に。いや、これお前の配信のスクショな。当たり前じゃん。保護、うん、生活保護をやめるんだから、保護廃止通知書来るでしょ。その結果、同時に96万の請求来てんだろ、ね、返還請求来てるんだろじゃなくて、ちょっと待って待って待って、それ何なの。いや、来てるんだろってか、保護停止通知書が来てんのは関係ないでしょ。YouTube で上げてんじゃねえかよ。え、何を言ってんの、ね、保護停止通知書っていうのは生活保護やめますよっていう書類なんだけど。あげてんだろ、おい。逃げんじゃねえよ。逃げてねえよ。ゴミ。ほんと弱いな。弱いなあ。どういうこと？弱いね。論点出しても俺に勝ててねえじゃん。ね、96万の請求来たのも何でもごまかすの。だから来てねえっつってんの。何でごまかすの？教えてください。いや、来てるだろ？来てるだろ？いや、だから来てるだろじゃなくて、来てたら払わないとダメでしょっつってんの。で、そこに対して異議申し立てをするっつってんの。だから払えよ、だから。来てんじゃん、払えよじゃなくて、来てねえっつってんの。札束見せびらかしてんね、払えよ、これ。札束関係ないでしょ、俺の収入なんだから。いや、関係あるだろ、関係あるだろ。ちょっと待って待って待って。何でも96万払わんだろ、その札束。都合悪いからって話そらさないでほしいんだけど。あるだろうが。俺がさ、何でも96万の請求が来てさ、俺がね、こうやって配信で稼いでるのが違法だっつった論拠は余裕で払えるだろうが、払えや、これ。払えよじゃなくて。払えよ。あの、論点元に戻すけれども、なんで俺が稼いでる。いや、元に戻すじゃねえよ。関係ねえ。お前が殺伐達者時代にその話になるんだよ。そうですね。お前、元生子だからな。元々この話が出てるのは。犯罪者。ちょっと待って、おい、600万円詐欺した話どうなったんや。お前、600万円ばあちゃんが詐欺した結果さ、執行猶予になって、うん、で、お前ホームレスだって生活保護受けたんだろ。そうだよ。おい、自業自得じゃねえか。自業自得だよな。そうだよな。そうだね。自業自得だよな。そうだよ。で、その先、お前、その結果、お前さ、うん、バーやってさ、潰されてさ、返還請求、お前されてんだろ？お前、払え、早く。え、どういうこと？どういうこと？え、何が言うの？払えっつってんだよ。そうそうそう。俺が聞きたいのは、ね、お金を稼いだわけだ。聞きたいじゃねえよ。お前のさ、お前の情報言ってんだけど。聞きたいのはじゃねえよ。それって答えれよ。不正だって言ったじゃん。答えれよ。それの法的根拠を示せっつってんだよ。払えって言ったの、96万。いや、だから請求が来てないっつってんの。いや、来てんだろ。じゃあなんだよ、96万って。来てる証拠を出してっつってんの。じゃあ証拠出せよ、お前の動画になんだろうが。ないよ。じゃあ96万の返還請求来ました動画になんだろう。それは口頭で言われたことを、ね、言ってるんだよ。お前書物見せてんだろ、お前。だからそれは俺のメモ書きな。あれは請求書ではないよ。メモ書きじゃねえよ。メモ書きじゃねえよ。メモ書きじゃねえだろ。正式な文書として来てんの、何がメモ書きなの、お前バカなの、お前。正式な文書は後日届けますって言われてる。メモ書きなわけねえだろ。メモ書きってか印刷された文書だったんだけど、ねえ、メモ書きじゃねえ、お前言い訳にも程があるだろ。それは計算表ね。小学生か、お前。計算表ね。計算じゃねえよ。その紙にお前が手書きで書いとった部分あったけど、うん、その書面だからメモだから書けるんだって。手書きじゃねえだろ。正式な書面だから書いてるんだよ。正式な書面じゃないの。どういうこと？正式な書面だから書いてるってどういうこと、うん、あのね、請求書をね、出すっていうのは、国がちゃんと印鑑を押して請求書を正式に発行するんですよ。それはそうだよね。じゃあ、あの96万の請求書なんだよ、じゃあ。請求書じゃないの、あれは。あの96万の返還請求なんだよ。あれは請求書ではないの。こういう内訳で請求をしようと思ってますっていうメモ書き。じゃあ払えって言われてんじゃん、どっちにしても。違う。まあ、新宿区役所から払えって言われてんじゃねえか。こういう内訳で払ってくださいって言われてんじゃん。正式な書面が来て初めて払いになるのよ、法的に。だから払えっつってんだもん、急だから。だからもうそれ言われてんだから払えよ。払えって。だから俺はそれに対して異議申し立てをしてるの。払うか、お前払う気ねえんだろ、要は。要は不正受給してて払う気ねえんだろ。払う気がないから異議申し立てなんだよ。わかる？
払う気ないの？払う気ないよ。日にもう打ち合わせて。お前それ1月か2月にとっては早くやれよ。やれよ早く。今すぐやれよ。払う気がないっつってんの俺は。だから裁判所に訴えますって、憲法違反で訴えますって、お前いつだから、それは請求書の相変わらず有権不実行か。訴えるって言って訴えねえ。熊本自身の支援行くって言って行かねえ。なあ。1万人だとするって言ってやらねえ。大阪行くってやらねえ。トークイベントもやらねえ。なんなのお前。有権不実行。全部嘘やんけ。おい、コミックス。全部やらねえじゃん。言うだけ言ってやらねえじゃん。毎回そうやん、お前。誰がお前のこと信用するんだよ、詐欺師。いや、別に。過去に600回詐欺したさ、詐欺してお前言う。捕まった男のさ、言うこと何が信じるの、うん、どれを信じればいいの、俺信じろって言ったお前に。信じろって言ったじゃねえよ。だから信じることできないからさ、お前が言ってること。だから、うん、さっさと96万払えっつってんだよ。あ請求書が来て、払わないっていう。お前がこの後いい儲かしをするとか知らねえから、信用しねえから早く払えよ。黙って払え。いやだから払わねえっつってんだろ。払わねえよ。払わねえ。なにお前信用もなくて、犯罪も過去に犯して、96万払わねえの？払わねえ。異議申し立てするって言って、やってねえし、お前。だから異議申し立てをするためには、向こうが訴えないといけない。何もできてねえ、ゴミクソが、詐欺師が、おい、ハゲ、おい、詐欺師、アスペ、払えよ。お前いいとこ一つもねえじゃん。ハゲで、ブサイクで、47歳のババアと付き合っとって、嘘つきで、過去に600枚詐欺して、やること一つもやらんで、なあ、有言不実行で。お前にいいとこ一つもないよな。31歳でさ、ちょっと前のナンボショットさ、ゴミクソが。働けよ、早く。96万払えよ、早く。ゴミクソが。払わないけど。やろ。払わないの。あ、これだけ言って払わないの。ゴミだね。お疲れ。もうお前に言うことねえわ。カース。いや、じゃあ俺から聞きたいこと言っていい。俺から。ボコボコってこういうことね。俺の質問のターンはいつ来んの？俺は、いや、いいんだけど、ゴミクズ。で、さっき、俺、現金見せたときに、不正受給だって言ったな。うん、それは、どういう理由で？何？俺が自分の所持金見せたら、ね、お前見せらんねえだって言ったから、全部見せたの。うん、そしたら、お前はさ、それ違法なんだけどって言ったけど、うん、どこが違法なの？だから、違法のクソも生活保護費、生活の返還請求返せって話だし、生活保護法違反だって言われてんだよ。だからどこが違反なの？リスナーさんに。だからどこが違反なの？そこは俺がじゃなくて、リスナーの意見で聞いたって言ってんじゃん。答えてるけど。次落としてるよ、ね。いや、だからリスナーに聞いてよ。どこが違法なの？だから、モロさんがそっち行けばいいんじゃないのって話してんじゃん。うん。じゃあ自分の意見ではなくて、リスナーの意見ってことね、それは。自分の意見っていうか、コメント見てそう言われてるけど、どう思いますか？リスナーの意見ね。わかったわかった。じゃあお前の意見ではないのか、うん。で、お前、で、85条って言ってんだけど。俺の意見じゃないね。で、85条に関して言ったら、ね、要は収入を申告を不正にやったっていうことなのよ。申告してないか、もしくは、虚偽の申告をしたっていうのは違法なの、確かに。で、俺が虚偽の申告をしたっていう証拠はどこにあんの、うん、ああ、それ俺知らねえよ。うん。それは知らねえけど、お前少なくても生活保護不正受給してる。だから、不正受給して、返還請求食らっとる状態で、お前金もらうのはどうかなって話だよ。そこが犯罪につながるんだったらそうなんじゃない？いや、全然違う、全然違う。不正受給がまずしてない証拠なのよ。返還請求が来るっていうことは申告をしてる。別にいいんだけどさ、じゃあそこは別にさ、じゃあ俺知りませんでしたらいいんだけどさ、じゃあいいよ。お前詰めないとこそこだけ？え、どういうこと？お前が冷たいとこってそこだけ？冷たいっていうか、ね、96万、お前過去にさ犯罪を犯して、俺ね、さっきも言ったけど、できなくて、さっきも言ったけど、ね言っても、いや、聞けよ。お前こそ聞けよ。俺、ミュウツーの放送見ないから、別に言いたいことなんか一つもないよ。あったじゃん、今。いや、違う、それは俺の件について言いたいことあるんだけどって言って、聞いたじゃん。言いたいことあるんだけどって言って聞いたじゃん。それは今、関わり合いの中で出てきた言ったよね、言ったよね、言ったよね、言いたいことあったじゃん。いや、そうじゃなくて、お前に対してメッセージじゃない。関わり合いとか関係ねえよ。関わり合いとか言うけどさ、お前さ、配信の俺のことディスってんだろ、うん、喧嘩とつ雑魚とか、な、喧嘩打ってこないとかさ、言ってんじゃん。言ってんじゃん、持ってもらって話。でもそれは事実じゃん。うん。それは、関わり合いもそれは意見じゃなくて、この通話する前から言ってんだろ。事実として、閲覧もない、アイテムも飛ばない、ね。で、俺のミラー放送ばったりやって、再放送になってると。で、ファンも集めてないでしょ、うん、それは事実なんだよ。認めてるけど、認めてるけど、だから雑魚じゃん。だから、そんなやつに叩かれると、いや、イコール雑魚とは限らないんだけど、そんなやつ叩かれて舐められてるお前の方が弱いと思うよ。頭も弱いし。いや、雑魚でしょ、ね、どう見ても。詐欺師だし、喧嘩弱いし、ねえ、ビビってるし、ねえ、
犯罪者だし、もっとね、もっと生っぽだし、そんなやつに人間的に雑魚と言われる筋合いないんだけど、ゴミクソが。そんなやつが、俺みたいなやつに舐められてんだよ、わかるか、俺みたいなカスシーに舐められてんの。別にカスの人が相手の友達が認めてんだけど、そんなやつに舐められてる、お前のほうがもっと雑魚だ。ミュウツーはミラー、配信者とか配信者とか言ってるけど、人間性的にお前のほうがゴミだと思うから舐められてんの。和道専属、わからねえのか。和道専属ミラー職人だと思ってるよ。どうでもいいよ、そんなこと。別にミラーじゃねえし、YouTube の音声流してなんでミラーになるんですか？お前の配信今流してっか？流してないよな。え？知らない。俺、お前の放送見てないから。知らねえよ、じゃねえよ。知らないよ。知らねえ。じゃあなんでミラーって言うの？じゃあなんで俺の放送見てないミラーって言うの？何ミラーって言って。俺言ってたミラーって。お前が言ったんだ。お前がミラー職人っつったんだろ？おい、俺 YouTube の音声流してるだけなんだけど、どこがミラーなんすか？ミラー職人って過去の動画を流す人もミラー職人なんだよ。お前俺にそれほど通報したんだろ？通報したんだろ？聞いて聞いて。それ結果何もないってことは、そういう上の結果だけど。聞いてね。上の判断。過去の動画を流す人もミラー職人なんだけど、どこが間違ってんの？ミラー職人も薬入れる。ミラー職人でしょ？どこが？だって俺の動画流してんでしょ？過去の。YouTube だろ？じゃあお前 YouTube に上げんなよ。いや、YouTube もキャプるよ、ミラー職人って。いや、キャプってないんだけど。キャプってないの？音声ミラーしてないの？うん、音声しか流してないんだけど。いや、音声ミラーしてんじゃん。うん、それキャプだ。じゃあ、それでお前、じゃあ通報したんだろ？運営何も言ってねえじゃん。いや、運営がどうこうって、俺はそこ言ってんじゃなくて、あなたはミラー職人さんですよねって言ってんの。じゃあ、分かった。じゃあ、俺がミラー職人だとする。うん、で、何？別に文句ないけど、何も聞き食らってないけど。じゃあ、ピキったのはお前なんだよ。だから俺がミラー職人で、あいつ何もやってないで、俺の再放送しかやってないのに、お前がピキっただけなの。俺は事実しか言ってないの。ピキったってどこが？お前さっきからずっと言ってんじゃん。吠えてるじゃん。わー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 言って。わーわーって事実を言われてピキってるのはお前の方なの。だから俺からコメントは何もないよ、お前に対して。いや、あるじゃん、今。ないよ。あるじゃん。何あるじゃんって。じゃあ、なんだろう、ことを話題にしたの？じゃあ、じゃあ、言いたいことがあるんなら電話かけてくれよ。いや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 、お前話題してんだよね。ね俺のこと話題にしてんだよ、ね。言いたい。言いたいことがあるなら電話かけてくればいいんじゃないっつったの。また矛盾したよね。矛盾してないんでしょ。 YouTube で俺のこと話してんじゃねえかよ。 YouTube で俺のこと話してるって何？ふわっちの再放送なんだけど、 YouTube だよ。そうだよ、俺 YouTube の音声流しとくからね。そういう言い方になるじゃん。別にお前のライブ履歴をそのまま見出してるわけでもないし、お前の配信だからお前は職人じゃんっつってんの。ミラー職人でしょ。俺の再放送の放送主なんだよって言っただけじゃん。で、お前が何何って言ってるけど、俺は言ってること変わってないから、過去から。自分のコンテンツを持ってない雑魚だっつってんの。どういうこと？別にコンテンツありますけど。じゃあやればいいじゃん。うん、見てやればいいじゃん。やるよ。やってないじゃん。それこそピキってんの？ピキってないよ。それこそお前ピキってんのって。ピキってない。じゃあピキってんの？じゃあ気にすんなよ。じゃあ気にすんなよ。いや、気にすんなよ。別にそれ以外の配信もしてきたし、これからもするよ。いや、してないじゃん。いちいち気にすること？お前ワッカで話題にすること？自爆で。お前こそピキってんじゃん。いや、ピキってないよ、全然。それ言うんだったら。いや、俺も別にピキってねえよ。ピキってないけど、それでピキってるって言われるんやったら、お前がピキってんだろ。いや、お前が話題に出したんだよ、それを。俺出してねえよ。はい、俺、おちょくってんの？おちょくってんの？おちょくってますね。わかる？もう一回言おうか？もう一回、じゃあ、元からたどろうか？おちょくってんの？おめえが、意味もなく、急に、アリスのことを叩いてディスって晒しましたと。で、それについてのレクチとお前の態度がムカついたんで、それがきっかけでお前のことを叩き出したら、ワドアンチが出てきて、こういう情報がありますってことを教えていただいて、あ、ワドってこういうやつなんで、じゃあ叩こうと思って、それがきっかけで叩いたんだ。ピキ取る様子なんか一つもないんだわ。うん。でうん、わかる。わかる。で、それに関してお前がミラー職人だとか話題すること自体が、俺がしたらピキってんじゃないのって聞いてんじゃん。反応してんじゃん。ピキってないよ。俺は事実を言ってるんだよ。お前のことおちょく楽しんでんだけど、おちょくで楽しんだ中でお前が反応してんだろ。お前がピキってんじゃん。それで俺のことピキってるって言うのであれば、お前がむしろピキってるよねって話になるんだけど。ああ、そう。そうだね。で、お前は自分の責任転換して、アリスが悪い、アリスが始めたって言ってんじゃん。おめえだよ、発端。おめえが発端なんだ、そもそも。ほう。で？ほら、はい、で、言い返せませんね。謝れよ、じゃあ。誰に謝んの？なんで俺がアリスに謝んの？なんで俺がアリスに謝んの？それについて、別に謝ることなんかないんだよ。お前ね、トツは辞めねえけど、お前とアリスの関係は何なの？喧嘩買うっつったからな。お前とアリスの関係を教えてよ。は？何？お前とアリスの関係は？仲いいだけの友達だよ。うん。うん。でお前のそのやり方にムカついたから異論があったから言ってんの。ね、きっかけ、直接言えばいいじゃん。きっかけなんだよ。なんか問題ある？問題ないよ、別に。いやいや、問題ないよね。問題ないよね。うん、じゃあ謝れば、アリスに。
アリスに謝ったとしても、俺は喧嘩売られたんで、買いますけど、行きますけど、お前の家に。それは変わりませんけど。ほうほう。うん。で？でじゃねえよ。ほら、言い返せなくなったら、でだろ。いや、言い返せないとかじゃなくて、お前の意見に対して、まあ、いいから、もう、飽きた。お前ん家行くから、覚えとけよ、首洗って。じゃあな、ゴミクソ。首洗って待っとけ？うん、いや、わかんないけど、何が言いたいのか全然わかんなかったわ、本当に、うん。あ、アイテムタイムしまーす。もしよかったらアイテムください。ちょっとアイテムタイム過ぎちゃったんで、アイテムよろしくお願いしまーす。おー、結局何が何だかわかんないよね。全然話が伝わらなかったな。ごめんね、リスナーさん。おい、マキル、パフェありがとう。風船ありがとう、サーさん。はい、マチルダ、風船10個ありがとう。いや、オチがないよね、ほんとに。な、頭おかしいんだよ、だから。はい、ハートありがとう、風船ありがとう、バガーありがとう、のんちゃんバガー5個ありがとう、ありがとう。はい、ときさんわたつ、わたがしありがとう、麦さん風船100個ありがとう、ありがとう。はい、猫風船10個ありがとう、こんばんは。初見さんいらっしゃい、風船ありがとう。ぜひフォローしていってください、よろしくお願いします。フォローしてなくてアンチコメント書いてる人はブロック入れます。ラムネありがとう。ピキルってなんだろうね、怒るとかそういう意味じゃない。間違いある、社会復帰に向けて頑張るしかない、背中押せよ。あ、ありがとうね、ガルダありがとう、風船10個ありがとう。ケロロいらっしゃい。何がしたかったんだろうね。ザコいな。いや、なんかよくわかんなかったわ。花火ありがとう、ソスさん。お疲れっす。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。わかった人いるのかな？あれで。詐欺は事実だよ。詐欺罪で逮捕されてるのは事実、事実。俺隠してないよ、全然。今日アイテム、いや、あんま多い方じゃないと思うけど。どうなんだろうね。何がしたいのか全然よくわかんないけど。ブームに乗れてないんじゃなくて面白くないんだよ、さっきから言ってるけど。面白かったら別に人の話題出さなくても人集められるし、フォロワーがつくわけじゃん。だから俺の名前出してないと多分成立しないんだと思うよ。あー、なんだろうね。おい、てつさんバカありがとう。ちょっとよくわかんねえわ。逃げも隠れも全然してないどころか、俺のだから動画を見て感想を言ってるだけの枠だから、俺もわかんなかった。都合が悪くなると声がでかくなるタイプだ、ね。閲覧が多くて嫉妬してる？まあよくわかんないけど、典型的なクレーマーだよね。いや疲れたよ本当に。ミュウツーさんの骨折らないようにね。いや喧嘩売りに来たらね、不法侵入だし、正当防衛で普通にボコボコにできるからね。全然犯罪だから、向こうがね不法侵入だって。俺は家に来んなっつってんのでしょ。家に来んなっつってて入ってきて、で俺ちょっかい出されたら普通にボッコボコになるでしょ。いや、アスペ認定っつうか、まあ胸クソ悪くはないよ別に。アスペはアスペだから俺、うん。ヒゲ前のように生やすよ、究極さん。早すよ。誕生日に巻き込まれないように。わか
かんないけど。溜め込みすぎっつうか、なんだろうね、もうほっといていいよ、うん、ミュウツーの方が発達障害っぽいよね。俺もそれは思った。俺よりも重たそうな発達障害抱えてそう。実刑だよ、実刑、あ、実刑じゃない、執行猶予だね、執行猶予、執行猶予4年、だだっこだったね。俺もよくわかんないわ。人参そばに置いておけば人参吊るしておくか。トラップで俺の家にたどり着けないように人参をこう道端に置いておこうか。マイルストーンみたいな感じで、それ面白いね。叱咤激励ではないでしょ、全然。言いたいこと言ってダダこねてるようにしか見えなかったね。大体俺会ったことも関わったこともないし、過去犯罪をしてしまってさ、それについては事実なんだけど、だけどなんつうんだろう、まあミュウツーに関係ないし、俺罪償ってるからな普通に。だからそこをとにかく言われる、とやかく言われることは意味がわからないっていう感じかな。まあそれくらいしかつくことがないんだろうな。そう、全然隠してないよ。じゃあ見てみようか。俺が過去前科3犯あるの知ってる人手挙げてください。生活保護と前科3犯知ってる人手挙げてみて。俺全然隠してないよね、全然隠してない。その上で、いや見るよって、別に関係ないじゃんって、過去の過ちじゃなくて今が大事だよねって言ってくれてる人だけ見てる。多分手めっちゃ上がると思うよ、初見さん以外は。みんな知ってるよね、みんな上がるっしょって。あ、知らない人は多分最近のリスナーさんだと思うよ。もう全然質問には答えてるもんね、聞いてるよね、うん、あ、知らない人もいるんだ。知らない人は多分初見さんでしょ、ほぼ知ってるでしょ、うん、俺隠してないよ全然。やっちゃったことはやっちゃったことなんだもん、受け入れないと。鶏の時代から知ってる、うん、知らないけど見るっつって、あ、ありがとう、聞き飽きたぐらいだよね、うん、ありがとう、みんな手挙げてくれて。でしょ、だから初見さんから質問あって、雑談たぬきとかで見たんだけど前科3犯って本当って、あ、本当だよって、うん、俺は全部説明してるよ。だから逆に言ったら隠してないからミュウツーが知ってるわけじゃん、うん、隠してると思い込んでる人が多すぎるんだよ。アルバイトでストレス、いや、アルバイトやってないって言ってたよ。あ、ニコ生時代から知ってんだ、ぬこさん、うん、お金に困ってたわけじゃなくて、その会社経営やってたので、弟の友達がその知り合いの会社が従業員今日足りなくて困ってるっつって、誰か営業マンが欲しいんだけど和道さん手空いてないですかって言われて、空いてるよっつって、で、もう案件まとまってるのつって、はいって契約書も巻いてあって、お金ももう準備できてて、受け取ってほしいんですよ、つって。あ、じゃあいいよ、別にそれくらいの仕事だったら、って言って、手伝ってあげたの、俺としては。後輩の、弟の友達ね、後輩の人の、知り合いの会社。それが思いっきり詐欺事件だったっていう。そう。そんな感じ。うん。動画が面白いと思ったらチャンネル登録、あ、ぜひぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。ふわっちもフォローよろしくね。あ、みんなのおかげでね、ふわっちから公式のタオルが、ふわっち初のオリジナルグッズでフェイスタオルが届くことになったんで、ありがとうございます皆さん。みんなでね、やっぱりその勝ち取ったものなんで、見えるところに飾ろうと思ってますんで、ふわっちからタオルが送られてきます、うん、
あ、全然全然普通に答えるよ、何でも。じゃないとリスナーさんを騙す行為じゃん、うん、じゃないとね花火とかもらえないよ、うん、そんな甘い世界じゃないよ。いいところも悪いところもあるだろうけど、うん、いや分かんないけど、うん、とりあえず絡みづらい俺からすると絡みづらい。ちょっと灰皿いっぱいになったから洗ってくるわ。ちょっと待ってて。普通に絡めばいいのにね。灰皿パンパンだよ。ティッシュある？ありがとう。次役行く？まだみんな暇？次役行く？まだ見るのなかったらぜひぜひ雑談しますけど。ねえ、タオル見てみたいよね、早く。OK、OK。次枠行きましょう。OK。じゃあ、ぜひ、次枠見てくれる人をフォローよろしくお願いします。お疲れっす。まったりやりましょう。あ、花火ありがとう。次枠花火ありがとう。うん、雑談しよう。花火さんありがとね。儲かってるだろうからクッションくらいよこせって。あ、でもタオルでも普通にいいじゃん、飾れるから部屋に。タオルはいい判断だと思うけど。香川さんのタオルとかね、配信者のタオル結構見てみたけど、香川さんのタオルクオリティ高いんだよな。のんちゃんが買ってた。雑談やろうね。次枠行きましょう。あ、ゆめこさんありがとね。風船5個ありがとう。あれは矢沢永吉のタオルでしょ、多分。矢沢のタオルだよ。そうだね、雑談聞きながら寝るの俺も結構好きだね。たくさんアイテムありがとね、みんな。ね、ほうじ茶って言って緑茶をいったやつなのかな。ほうじ茶
好きなんだよね、ほうじ茶。醤油さんこんばんは、楽しんでってね、こんばんは。したいな。最近体がまたなまってきたよ。ランニングでも行こうかな、後で。肩こりがひどくなってきたんだよね、また。次枠行くよ。うん、次枠来て。もうね、あと3分で枠またぎだから。あ、そうなの？ニコ生、何？投げ銭とかやるの？へえ。ニコ生のアカウント作り直そうかな、じゃあ。試しにやってみようかな。すごいね、トム・ソーヤ池上さんね、今日。まあ、トム・ソーヤ池上の閲覧っていうよりも、ナーボーの閲覧だと思うけど。スポーツはやったことないですね、今まで。捨て頃で初めて運動したぐらいですね。クリエイター推奨プログラムをニコ生に適用。ああ、なるほどなるほど。ちょっとめんどくさいし分かりづらいよな。それだと流行らないと思う。ふわっちのいいところってすぐお金引き出せるところなんだよ。だからちょっと使いづらいよね、クリエイター推奨プログラムだと。ていうか、おっせえな、適用させんの。それってあれでしょ、今までと同じで広告をばらまくっていう感じじゃん。あんまり期待できないな。多分大手しか稼げないだろうね。ふわっちみたいに過疎でも食えるみたいな風潮は作られないと思う、それだと。ちょっとがっかりだな。閲覧ある人だけだろうね。チャンネルと変わんないよ、それじゃ。ああ、よく言われますね。ランニング配信はやらないよ。結構機材重たいんだよ。手ぶれがひどくて配信にならないよ、それじゃ。まあまあ一回試してみようね、システムが変わったら。じゃあ皆さんお疲れ様です。次枠行きます。フォローよろしくお願いします。YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter、Facebook、それからふわっちもぜひフォローしてください。お疲れ様でした。次枠行きます。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。